昨シーズンクラブ最高順位の3位でフィニッシュ、2度目のアジア王者へ挑戦権を得たヴィッセル神戸。今シーズンのリーグ序盤は苦しんでいますが、この一発勝負のプレーオフで流れを変えたい一戦です。2年前の準決勝の悔しさは ACL でしか晴らせない、2度目の挑戦へ負けられないホームゲームです。迎えるは過去8度の本戦出場の実績があるメルボルンビクトリー。一致団結強敵結果でクラブの底力を見せつけます。 AFC チャンピオンズリーグ2022東地区プレーオフステージ、ヴィッセル神戸対メルボルンビクトリーの一戦を神戸市にあります三崎公園球技場からお届けをいたします。屋根が開いています。気温は16度、湿度 49% というコンディションです。このゲーム解説は元日本代表サイドバック、ガンバ時代 ACL 優勝の経験もあります梶明さん、レポーター林智美さん、実況寺西雄一でお届けします。梶さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ ACL へ、本戦出場へ一発勝負のプレーオフです。いやー、しびれる戦いにはなりますけどもね、またリーグ戦とは違って雰囲気も違いますから、はい、また新たにここから浮上のきっかけになるような試合してほしいですね。今ちょっとリーグの流れが悪いんでね。はい、そうですね。さてこのプレーオフのレギュレーションをおさらいしましょう。前後半45分ハーフです。で、同点の場合は15分ハーフの延長戦があります。それでも決しない場合には PK 方式での勝敗を決定。VAR はこの試合はありません。選手交代は5名以内、交代回数はハーフタイムを除いて3回まで、延長に入った場合は1名交代人数が追加、交代枠も1回追加ということになります。なお脳震盪による交代ルールは適用されません。さあそのヴィッセル神戸ですが、リーグでは現在苦しい状況ですが、昨シーズンは3位でクラブ最高順位でのフィニッシュをしました。順位で上位に入って ACL の出場権、このプレーオフの権利を獲得しましたんでね。そうですよね、はい。リーグで3位に入るということは本当にチームの総力、チームに力がついたという証拠だとは思うので、本当にこのかける ACL にかける気持ちっていうのは、さらに強まってくるとは思いますよね。20年のあの天皇杯優勝で出たのとはまた違うわけですよね。また違いますよね。本当にあのカップ戦というのは本当に勢いもありますし、また違うリーグ戦とは力のかけ方違いますから、はい。そういった意味でもリーグ3位というのは素晴らしい成績ですよね。2020年は初出場となったわけですが、ちょっとコロナの影響で途中予選が随分と間が空いてね、はい。暮れに行われたんですが、それでもベスト4まで勝ち上がりました。いやー、そうですね、素晴らしい成績でしたけども、悔しさ残るね、本当にセミファイナルでしたけども、あの時も確かリーグ戦ではね、それだけ5連敗して、はいはい、調子は良くはなかったんですけども、しっかりセミファイナルまで勝ち残って、負けはしましたけども、あの敗戦があったからこそまた違うね、その悔しさをバネにっていうところは多分神戸としてはあるでしょうね。その悔しさがあったからこその昨シーズン3位という成績もあったかもしれませんね、はいはい。さて一方の今日の相手になりますメルボルンビクトリーです。昨シーズン実はリーグでは最下位に終わったんです。いやー、そうですよね。メルボルンとして初めての最下位だったと思うんですけども、はい。非常にあの力はもうあるチームだと思います。そういう中で昨年の4月にポポビッチ監督就任して、で国内カップ2月に、見事に優勝してこのプレーオフに出場する権利を得ました。今シーズン、ね、大幅なあの選手の入れ替えもありましたし、監督の交代っていうのもありましたから、その中で、リーグ戦も今は順調に、ね、はい、勝ってるということで4位という、ね、成績ですけど、はい、現在は本当に神戸としては、気を抜けない相手ですよね。過去8回の本戦出場があります。最高は2016年とそれから20年のベスト16で、この20年は実はこのプレーオフで鹿島アントラーズと対戦してアントラーズ破って本戦に出場してるんですよね。いやー、そうですね、なんか毎年のように出てるイメージはありましたけど、僕はガンバ時代にはメルボルンとやりましたけども、その時は勝ちましたけども、非常にあの力のある、速さ強さっていうところでは非常に飛び抜けたチームだったなっていう感じは印象はありましたけどね。
また韓国とは違うパワーの使い方をしてくるね、はい、独特のこうスタイルがありますよね。スタイルありますよね、さてそしてヴィッセル神戸なんですが、加地さん、はい、今3分け3敗で、ま、あーチーム、クラブワーストの開幕6戦未勝利という状況なんですよね。いや本当にね、選手スタッフともにもう本当に苦しい今時期だとは思います、まあ、いろんな悩みはあると思うんですけども、まあ、うまくいってないところっていうところはやっぱりこう自分たちがボールを保持するっていうところの、まあ、最初のビルドアップのところですよね、はい、まあ、そういうところでなかなかうまく進んでない状態の中で、まあ、失点をしてしまうっていうところのなんか悪循環っていうところはありますよね。さて、それではここで選手のインタビューをご覧いただきましょう。そうですね、結果が出てない状況ではありますけども、チームとしてね、やるべき方向性というか、チームまとまってやらなくちゃいけない、一つの勝利をきっかけに右肩上がりに、ね、なるんじゃないかなというふうに思ってますので、もうとにかくやり続けること、下向かずに、みんながまとまってね、やらなきゃいけないのかなというふうに思ってます。まあ、とにかくここが本番だと思ってるので、絶対に負けられない戦いだと思っているので、まあ、チーム一丸で絶対に勝利を手にしたいなと思っています。ACL の悔しさはやっぱり ACL でしか晴らせないと思うので、まあ、そのチャンスが目の前にあるのをみすみす逃すわけにはやっぱりいかないので、まあ、自分たちが、リーグいろんなタイトルを取るって言ってるのと同じように ACL っていうのもタイトル狙いたいと思うので、まずは予選に、入って、本戦に行かない限りにはその夢も全く叶わないと思うので、まあ、プレーオフ絶対勝つということを、まあ、やっぱり、リーグ戦があるにしろやっぱり ACL とリーグ戦は全く別物だと思ってるんで、うん、まあ、その勝ちにこだわるというところはしっかりやりたいなと思いますね。まあ、僕たちはもちろん、プレーオフ勝って、本大会挑みたいと思いますし、まあ、今のチーム状況とかいろいろあると思いますけど、まあ、僕たちならできると思うんで、まあ、もちろん常にこう優しくあれとは言わないですけど、できるだけこうサポートしてくれれば、それが、ちょっとでも僕たちの力になるので、引き続き応援よろしくお願いします。選手の意気込みをご覧いただきました。それでは続いては三浦篤弘監督のアライバルインタビューをご覧いただきましょう。まずは今日の大事な一戦に向けて改めてチームで共有したことはどういったことでしょうか。はい、やはり、ね、一発勝負なので気持ちの部分に関しては選手と共有しています。メルボルンビクトリーのまず印象、そして警戒すべき点をお願いします。非常に守備が強くて、カウンターとセットプレーから力を発揮するチームだと思っています。先ほどお話にもありましたが、一発勝負でもありますし、非常にプレッシャーのかかる大事な一戦にもなります。そういった試合で特に大事になってくるのはどういったところでしょうか。まあ、バランスを崩さないことっていうのは非常に重要だと思うんですけども、それと同時にやはりメンタルのところ、我々は一度カタールでね、あと一歩のところまで行きましたから、そこの舞台にもう一度立つためにもね、今日の試合何が何でも勝つっていう気持ちが必要だと思います。その大事な一戦を迎えるにあたって選手らの表情、監督どのようにご覧になってますか。そうですね、程よい緊張感があって、そういう雰囲気っていうのはね、すごく重要だと思いますし、力を発揮するためにはね、それぞれの程よい緊張感、これが重要だと思ってますので、チームの雰囲気はいいと思います。最後に改めて今日の試合に向けての意気込みをお願いします。はい、まあ、キックオフと同時にやはり我々の気持ちっていうのをね、前面にピッチで表現していきたいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。選手の意気込みを、そして監督の意気込みをそれぞれインタビューでお届けをいたしました。まあ、加地さん、はい、2日前にはイニエスタ選手が声かけを行って選手だけのミーティングも行われたということです。まあ、やはりそういう選手がね、本当にイニエスタ選手が声をかけることで、はい、またこうチームとしてもまとまるというか、いろんな意見は出ると思いますけども、はい、まあ、そこでまとめて、まあ、このピッチでどう表現するかっていうのね、今日も楽しみではありますし、まあ、これをきっかけに本当にリーグ戦でもまた浮上するきっかけになってほしいですよね。はい、まあ、何度も口にしていますが、やっぱりリーグ戦とまた違う戦いになりますんで、またこの、ね、入場の雰囲気もまた全然違いますし、はい、また新たな気持ちで、まあ、一度リーグ戦では、ね、頭を置いといて、まあ、本当に、まあ、フレッシュな気持ちで、まあ、ここからさらに
浮上していくっていう気持ちはあると思うんですけどね。まあ、今シーズン云々というよりもやっぱり2年前に忘れたものを取りに来る、取りに行く、いやそういうところがあるでしょうね。やっぱりあの ACL の舞台 の、 あのセミファイナル の、 あの喜びを味わえるのは、まあ悔しかったですけどね、負けた、はい、まあ、あのピッチに立てるのは本当にね限られた選手しか立てないわけですから、まあ、そういう意味でももう一度あのピッチにっていう感じはありますよね。はい、さてそれぞれ選手が向き合いました。メルドルンビクトリーの選手も話してますが、とにかく相手チームにイニエスタがいると、イニエスタとプレーができるというところの喜びはちょっとコメントにもありますよね。まあこれはサッカー選手なら誰でもね喜びますけどね。はい、ですからそのイニエスタになるべくボールを長く持たせないようにという話もしています。さてそれでは神戸のスタートのフォーメーションをご覧いただきましょう。ゴールキーパーイクラ、ディフェンス山川、菊池、小林、酒井、セルジ・サンペール、右中坂、左山口、アンドレス・イニエスタがトップ下、小田と大阪のツートップ、小田と大阪のツートップを予想しています。控えはご覧の通りです。そして今日の主審ハンナ・ハッタブ、アシスタントレフリーはアリ・アハマド、マゼン・ザズフン、そして第4の審判はマスード・トゥ・ファイリエです。トゥ・ファイリエですね。はい、メルドルンビクトリーです。こちらはゴールキーパーはアクトンを使ってきました。そしてハミル、スピラノビッチ、ミランダ、ブリランテ、マルシャン、右ゲリア、左デビッドソン、そしてブリマー、イコノミディス、ダゴスティノという布陣です。まあ、3バック予想してますが、リーグでは4バックで戦うことが多いんですよね。まあ、そうですね、はい、基本フォーメーション4231のような形では多く戦ってますけども、まあ、今日の、ね、あのディフェンス登録の選手は結構多く入っているので、そうなんですよね。まあ、もしかしたら3バックになるのかもしれないですね。はい、なんといってもダゴスティノという選手が、リーグでは7得点取って非常に、ね、得点力のあるプレイヤーです。ここ最近でも2試合連続取ってますよね。はい、三浦篤弘監督、まずは ACL の本戦出場、目の前の突きつけられた課題をしっかりとクリアしたいところです。そしてトニー・ポポビッチ監督、まあ、日本でもプレーをしました。97年から2001年、サンフレッチェ広島で5年間プレーをして87試合に出場、13ゴールという戦績があります。前半は右エンド神戸、左エンドがメルドンビクトリーです。いやでもサポーター席は神戸多いですね。いやそうですね、はい、平日の火曜日のこの遅い時間でっていうところでは非常に多いですよね。はい、立ち位置ですが、まあ、神戸はご紹介した通りだと思います。中盤ダイヤモンドで、まあ、そうですね、442だと思います。はい、立ち位置見てるとどうですかね、ちょっとやっぱり3バックっぽいんですかね、メルボルンビクトリーはね。ちょっと始まって数分経たないとわからないですね。はいはい、今キックオフの時間を待っているという状況です。まあ、神戸としては大迫選手は戻ってきましたから、はい、まあ、この大迫選手と小田選手のまあコンビネーション動きというところにも注目したいですし、はい、まあ、中盤で、ね、どれだけボールを支配できるか、まあ、相手を押し込めるかというところ、まあ、あとは、ね、後ろのビルドアップというところのスムーズさというところは非常にあの注目したいですね。横浜戦で劣勝を追いました。その大迫が今日は帰ってきました。相手は2年前鹿島アントラーズを破って本戦出場を果たしているメルボルンビクトリーです。そういえば本田圭佑も在籍をしていたことでね、そうですね、はい、日本でも、はい、チーム名はよく出ました。
さあ本戦出場するのはどちらでしょうか。本戦出場をかける一発勝負 ACL プレーオフ、今前半の45分スタートです。メルボルンビクトリーのキックオフでゲームがスタートをしました。長いボール、まあ、あとはちょっとセットプレーの失点もこの序盤はリーグで多いという神戸ですけどね。まあそうですね、まあ、一番本当に気をつけないといけないのは立ち上がりの入り方っていうところと、はい、まあ、やはりこの終了間際っていうところはまあ気をつけないといけないとは思いますし、まあ、相手は、ね、本当の身長も高い選手多いですし、強さありますから、まあ、そういったこの一度、ね、あのプレーが止まった後のこのセットプレーであったり、はい、スローイン、まあ、今の状況ですよね、まあ、こういうところでのさらに集中は必要になってきますよね。セットプレーではリーグでは3失点あります、ヴィッセル神戸。3分の1ってことなんでね、はい、イニエスタの長いボールです。小田がスピードを見せます。先に触った小田、横パスを入れて大迫、まずイニエスタの長いボールでチャンスをつかみかけました。小林です。右足で出しました。左酒井豪徳、受けて大迫が開いています。横パスイニエスタ、ワンタッチ、うん、裏へ抜けようというのは酒井でした。インサイドにいました。サイドを変えようというメルボルンビクトリーです。7番のリゴノミディス、中央に5番のスピラノビッチがいます。このスピラノビッチも怪我をしていたんですが、このプレーオフには間に合いました。イニエスタ、浮き球のパス、裏を狙っていた大迫です。デビッドソン、ここを仕掛けて長さが少し時間を作ります。イニエスタが斜め後ろにいますが、下げて山川からもう一度センターバックからパスをつなぎます。セルジサンペール、右の山川へ、ここはプレッシャーを受けたので一旦下げます。サンペールです。小林、酒井豪徳、ワンタッチ、山口が縦入れて大迫です。ここでプレッシャーを受けます。大迫にはかなり厳しいプレッシャーをかけていきました。17番のハビルです。リーグでは9試合に出場しています、ハビル。まあ、ここまでメルボルンビクトリー見てみると、はい、まあ、システム的にはまあ 3-4-3、はい、3-5-2 のような形にはなってますよね。3バックですね、はい、少しこうディフェンシブな戦いを前半してくるということなのかもしれません、はい。まあ、攻撃の時は、まあ、18番のダゴスキの、はい、7番のイコノミディスが2トップ、はい、まあ、トップ下のような形でブリマー、22番のブリマーが入るという形にはなってますよね、はい。ちょっとセンターサークル付近で足を押さえています。膝の外側ですかね。まあ、ここのところね、はい、あの神戸選手も怪我で退場する選手は多いですから少し心配ですね、中盤を支えるセルジサンペール。が自分でこう守備に行った時ですね。そうですね、少し芝生に引っかかったのか、はい。サンペールはまあ途中出場、先発などもありますが、6試合すべてに出場はリーグはしています。今立ち上がって拍手が起こりましたが大丈夫でしょうか。甲斐さんからも紹介あった通り、ちょっとヴィッセル神戸も今怪我人が多いんでね、はい、もうこれ以上の怪我人は出したくないですよね、まあ、大迫がなんとか今日は戻ってきましたが、武藤が左膝の靭帯損傷でかなり長い期間離れそうなんでね、はい。サンペールはまだ今ピッチの外にいますが、今入ってこられそうですね。今入りました、うん、サンペール戻りました。とりあえずは良かったです。良かったです、はい。ゴールキーパーはイクラです。菊池が出してもう一度こう戻してきます。菊池隆法、イクラ、この辺りは前からもプレッシャーをメルボルンビクトリーはかけてきますね。そうですね、はい、意外と変
系的な感じではありますよ、ディフェンスの入り方が、ねまあ、5、2、3のような形で入ってきますから、はいまあ、それを神戸の選手はどう感じているのかっていうところは、まあ、空いてるスペースはね、まあ、両サイドがなってくると思うんですけども、イニエスタ後ろから倒されました。4番のマルシャン、コメントにもあったようにイニエスタに長くボールを持たせるそういう時間を作らせたくないというのがメルボルンビクトリーです。まあ、もちろん対するチームは当然でしょうけどねサンペール下げます。まだちょっと足は気にしてますね、サンペールは。サンペールに対しては基本的には今フリマーが見ています。山口、大迫、ここは簡単に取られませんでした。横パスを入れて小田裕太郎、ターンをして縦に行きます。左足でグランダー、うん、後ろからイニエスタ、こぼれたところ長坂折り返す、うん、イニエスタ左足、うん、やはりキャプテン、世界のイニエスタが先制ゴールを叩き込みました。いや、これは大きな先制点ですね。頼りになるキャプテンの先制ゴールです。あ、武藤も手をたたいて喜んでいます。早い時間帯に小田のアタックからチャンス作りましたね。いや、そうですね、はい、左の作りから、まあ、大迫選手が後ろを落として、まあ、最初ね、イニエスタ選手からボール流れたんですけども、この後クリアを拾ってのこの左足シュート、まあ、本当にテクニックですよね。まあ、中坂選手もよく見てました、このイニエスタ選手左足抑えの効いたコースへいいところ飛びましたね。先制ゴールが入りました。今度はちょっとメルボルンビクトリーのプレイヤーが今うずくまっている状態で一旦ボールを外へ出しました。キャプテンのブリランテです。まあ、でも今の左の作りは良かったですよね。はい、あの山口選手が外に流れながら、まあ、相手のウィングバックを釘付けにして前に出れないように、まあ、位置取りましたから、まあ、そういうところでサイドバックの酒井選手も上がってこれたんで、まあ、そこでプラス小田選手、中坂選手が絡んだっていうところでは非常にいい崩しはありましたね。ゴール前で絡む選手が増えましたよね。はい、仕上げはイニエスタでしたが、まあ、結局最後このペナルティーエリアの中でどれだけ発想であったりアイディアっていうところ意外性をつくか、まあ先ほどで言うと小田選手のやっぱドリブルですよね。まあ縦に侵入することでより相手もラインは落とせますし、よりマイナスのボールが効く、そういう中でまあ大迫選手、イニエスタ選手が絡んでっていうところの非常にオプションはありましたね。はい、まあ、大迫がやはりボールをキープする時間も作れますし、うん、この選手が一人いるだけで違いますね。いや、違いますね。落ち着きがね、落ち着きが、まあ、計算できる選手ですよね。はい、まあ、大迫選手のところに入ればキープしてくれる、その周りの信頼度は違いますよね。さて、ブリランテ一旦外へ出ます。で、フリーキックが与えられたメルボルンビクトリーです。デビッドソンのフリーキックは要注意。カップ戦の、ね、決勝でも先制ゴール決めてますからね。まあ、大概ブリマーか、はい、このデビッドソンですよね。はい、あ、ブリバーできました。うん、柔らかいボール出した、うん、跳ね返したヴィッセル神戸です。これはゴールキーパーのアクトンまで下げました。抽選から、うわ、先に触らせませんでした、うん、小林のいいディフェンスです。いい山口ホタルから酒井、うん、中央でセルジサンペール、イニエスタ軽快にボールをさばいていきます。ヴィッセル神戸、右の山川幅を取りました。降りてセルジサンペール、ここはプレッシャーはいきません。
斜めにパスを入れて山口蛍、そして酒井、ちょっとトラップ流れたところ、今ゲリアが縦へ入れました。ゲリアはジェフ千葉でもプレーをしていた右サイドバックのプレーヤーです。まあ、ここも左サイドの酒井選手と山口選手のこの縦関係いいですよね、はい。まあ、山口選手がサイドに入ることでフリーになりますから酒井選手は、はい。うん、大迫に入ったがオフサイドフラッグは上がっています。微妙なタイミングでしたけどね、ただラインを高く設定しようというところで、ああいうところに1本パスが入るとやっぱりディフェンスは嫌なもんでしょう。いや、そうですね、まあ、小田選手もよく見てましたよね、はい。イニエスタのゴールで先に点を取りましたヴィッセル神戸です。一発勝負の ACL 本戦出場をかけたプレーオフです。ここは小林、タッチに逃れました。前でイコノミディスがプレッシャーをかけました。右サイドバックのゲリアが競り勝ちました。そのゲリアのスローインです。ゲリアもリーグでは13試合に出場しています。そのゲリア中に入ってきました、イニエスタの守備です。まあ、いいカバーリングですね、はい。コーナーキックになりました。デビッドソンが蹴りますのでインスイングですね。まあ、この、はい、ね、コーナーキック集中したいですよね、はい、1本目の。神戸はこのセットプレーの守備に今課題があるという状況です。高いボールファーダー、うん、こぼれたところは押し込んだが、押し込んだ、同点です。1対1。神戸はやはりセットプレーで得点を取られてしまいました。ちょっと飯倉は顔を押さえていますが、ちょっと神戸の選手も主審に何か伝えてます。イニエスタも今言ってます。ゴールエリア内でファールがあったのではないかというようなアピールかと思いますが、あるいは手に当たったんじゃないかということですね。 VAR は採用されていませんので1対1同点。まあ、ちょっと手に当たったのではないかという、まあ、今そんな抗議もあったと思いますが、まあ、今日は VAR が、ね、はい、ないだけにね。そうですね、早めに同点に追いつかれる形になった神戸です。まあ、振り出しに戻っただけなので、はい、まあ、ここからまた、ね、本当気持ち切り替えながら、まあ、自分たちの戦い、神戸の戦いというところはやってほしいですね、はい。まあ、ただちょっとね、やっぱりセットプレーでというところがね、また出てしまいましたね。まあ、そうですね、はい、気をつけたいこの時間帯もそうですし、はい、このセットプレーというところは、まあ、チーム全体としても、はい、まあ、気をつけないといけないというのは分かってたと思うんですけども、まあ、それ以上にメルボルンのチームのそのセットプレーの精度が良かったんですよね、はい。よく戻った長坂の守備です。縦パス1本、イニエスタのゴールで先制をしましたが、セットプレーで追いつかれたヴィッセル神戸です。最後はあれはダゴスティーノでしたかね。ダゴスティーノのゴールだったこのプレーヤーです。まあ、ああいうとこにいますよね、やっぱり、ね、はい、点を取 る、 取る、ね、はい。リーグでも7得点2試合連続ゴール中というダゴスティーノ。左から酒井です。オーバーヘッドで菊池が出します。イニエスタ、山口蛍から酒井です。山口、間に入れました。酒井から山口のところがオフサイドポジションになってしまいました。山口蛍でも、まあ、再三この左サイドからの攻撃の仕掛けっていうか組み立てはありますから、はい、もうこっちを中心に攻め込めるんじゃないかなという感じはしますよね、長いボール、これは足を出して飯倉へ。小林です。酒井、
山口、まあ、前回 ACL では準決勝の先制ゴールはこの山口 の、 あのコーナーキックからダイレクトの、ね、はいはい、シュートでしたよね。まあ、その後佐々木のゴールで2対0になったかなと思ったんですが VAR が介入をしまして、ね、取り消され、サンペール、ここはプレッシャーをかけていきました。イクラの長いボールです。高い位置を取っていた山川です。まあ、今日は右サイドバック山川、左サイドバック酒井という布陣です。まあ、左初瀬で右酒井というのもリーグでは使ってましたけれども、はい、まあ、よりあの山川選手右サイドで入ることによって、はい、まあ、山川選手の右で組み立てながら相手のウィングアップを引き出して、はい、まあ、その裏っていうところは小田選手突きどころではありますよね。もともとディフェンス能力の高いプレーヤーですからね、はい、山川は1対1の強さというのもあります。流れてきて大迫、うん、ここでうまくキープをします、うん、ファールを受けます。ここは大迫のうまさです。まあ、あの辺の体の使い方、はい、手でこうブロックする、うん、まあ、相手も来てるの分かってますから、相手の逆の力ついてますよね。スピラノビッチに倒されました。怪我もあったんですがこのプレーオフには間に合ったというスピラノビッチです。まあ、大迫選手、まあ、小田選手もそうですけども、はい、まあ、相手の最終ラインというのはそれほど速さはないというのは多分感じているとは思うので、まあ、そういったところで裏をつけるというタイミングも出てくるでしょうね、はい。まあ、ライン設定高いですけどそれほどこう戻るスピード感はないということですよね、はい。フリーキックはイニエスタが蹴ります。高いボールを受けて、うん、菊池隆法折り返し、うん、最後は押し込んだかと思いましたがオフサイドフラッグが上がっています。そうですか。オフサイドフラッグ上がっていました。いや、ここも微妙じゃないですか。まあ、菊池選手も大外で待ってたので、はい、でもラインを気にしてると思うんですけどね、まあ、真ん中の選手残ってそうな気もしないでもないんですけど、21番。そうですね、この折り返しですけど微妙な判定ですね、はい。まあ、メルボルンビクトリーの同点ゴールも含めてね、はい、今日に関しては VAR があったらっていうようなもうその気持ちでいっぱいですね。酒井が触ります。うん、サンペールから酒井、まあ、サンペール、酒井というのがヨーロッパのこうチャンピオンズリーグであったりあるいはヨーロッパリーグでプレーしてますからね。いや、厳しい戦いはね、本当、はい、経験数多いですから、まあ、こういう時の戦い方っていうのは熟知してますよね、はい。サンペールもバルセロナでチャンピオンズリーグの経験がありますんで、そのサンペール少し時間を作りました。小林から縦に入って山口です。まあ、ここはフリーでもらえますよね、はい。やはりここの山口選手、酒井選手というところには時間はありますから、まあ、ここからどうするのかというところですよね。で、大迫もこうタッチ沿いに流れるプレーは結構ありますね、はい。サンペール裏を狙っている小田と大迫です。一旦長さが右に開いて山川です。近いところに小田が行きました。その小田へ先ほどは右からチャンスを作りました。今度は左から小田ドリブルを仕掛けました。ここはボールロストをしましたがこのパスはつながらなかったメルボルンビクトリー、小林が取りました。まあ、今もセンターバックの菊池、小田選手がまあスペースに走ったことでできた、はい、まあ、スペースにまあ山口選手が走ろうとはしているので、まあ、その辺の連動性は、ね、作ろうというのは中盤では見られますよね、はい。ある程度ですからボールを受けるあるいはボールを動かせるスペースはできてますね。そうですね、後ろでも時間はありますし、はい、まあ、サイドでも時間はあるので、まあ、そこからのどういう崩しをするのか、どういう人の配置、動きっていうところは大事になってくると思いますね。こうやって見てるとやっぱり J リーグほどのこうスピード感っていうのはないので、うん、つなぐ時間はありそうですね。うん、そうですね。逆に相手はまあ慎重に入ってきてるのかなという感じはしますよね。ちょっとサンペールがダメですかね。あ、今
イニエスタが交代のジェスチャーをしました。やはりゲーム序盤で痛めたところで、まあ、無理をしてプレーをしていたかもしれません。今もう一回おそらくね、やったんだと思いますね。同じ箇所したがって大木原がスタンバイをしています。まあ、膝でしょうね。ちょっと不安定さが残るでしょうね。伸ばしたかもしれないですね。まあ、神戸にとっては痛いですよ ね、はい、すね。また一人戦力がっていうところは考えると頭痛いですね。酒井に肩を借りながらサンペールは無念の交代です。サンペールに代わって大木原が入ります。これでどうしますかね。まあ、そのままサンペールですとワンアンカーですが、山口が今中央に来ました。まあ、1人少ないので入るまでの間、入るまでの間なんですかね。まあ、普通でいけばサンペールの選手のポジションにそのまま荻原選手が入るという形にはなるとは思うんですけども、はい、今ここで荻原が入ります。今シーズン横浜 F マリノスから加入をしてきました。セレッソでもプレーをしている選手です。あ、そのまま入りましたね、はいはい、そうですね、はい、サンペールのポジションにそのまま入りました。山口、酒井、さあここで外へ外へ追い込みます、うん、3人がかり。タッチラインを割っていたという判定です。スローインです。ここはゲリアあるいはブリランテというところが絡んで右からチャンスを作りました。ゲリアがスローインを入れます。ブリマ、まだありそうです。中坂の大きなクリア。大迫、相手を見ながら菊池、前から追います大迫です。まあ、ボールとラインを下げさせましたね。はい、そうですね、はい、イニエスタが前に立ちます。山口狙っていましたが、ここはブリランテはキープをして、ブリマがここまで下がりました。あ、そしてダゴスティノ、ゲリアが中央、ダゴスティノが出てくる。菊池がよく対応しました。デビッドソン、デビッドソンそのまま中入ってきます。デビッドソン開きます。中坂対応、その前にファール。まあ、ここまで神戸のまあ20分も過ぎてますけども、はい、ある程度力は分かっていると思いますね、はい、ディフェンダーもそうですし、まあ、本当にあのダゴスティの、まあ、イコノミ、うん、エコノミですリスですね、はい、ブリマーっていうところのまあ前3人が、まあ、特にまあ ブリマーがこう攻撃に色をつけているというか、はい、アクセントをつけているっていうのは多分感じているとは思うので、22番のプレイヤーです、はい、まあ、攻撃、神戸がボールを握っている時のその3人の立ち位置であったりというところは気をつけたいですよね、カウンターは、はい、そのブリマーが今は大木原を見ています。まあ、アンカーポジションを基本的に守備では見るということですね、はい、大迫、山川、山口蛍、大木原、左利きのプレイヤーです。まあ、逆にメルボルンはまあ守備に入ったときは5でしっかり構えてくれますから、まあそういうサイドで2対1は作りやすいのかもしれないですね、はい、横パス入れて山口、後ろからシュートを打ちました荻原です。山口と荻原、セレッソのアカデミーから育った2人、まあ、今シーズンはこのコンビネーションも期待をされてますからね。いや、そうですね、大木原もセレッソ時代に、そして横浜時代でも ACL を経験しています。
まあ、鋭い縦パスというのは、ね、はい、スイッチになるような縦パスを持ってますから、荻原選手、まあ、あと広角にも、ね、しっかり蹴れますし、まあ、精度の高いボールありますからね、左利きのセンターバックの小林です。横に荻原が来ました。その荻原、グリマンプレッシャーを受けます。イクラ、グリマンは前から追います。前でスイッチを入れてきます。酒井のボール、グリマスペースに出します。横パスから真ん中にグリマンいましたが、中坂がよく絞ってました。そしてイニエスタへのパスです。イニエスタ、ここはデビッドソンが抱えます。イエローカードです。たまらず引っ張ってしまいました。この辺ですよね、うまさありますね、落ち着いてますよね。これはクリアボール拾って、まあ、ここもそのスピード上がってないんですけども、はい、相手が来る瞬間にはスピードの変化でかわしているだけで、まあ、この辺のうまさですよね、はい、もうおいでおいで状態ですもんね、はい、斜めのパス、山口、酒井バウンドしながらここへ来ました。山口、荻原から中坂へのパスでした。大迫からイニエスタに山川がいます。その山川へ、中央に小田、そして大迫も入っていく。イニエスタ、まあ、この辺で大きな展開欲しいですよね、はい、逆サイドに。そうですね、左では酒井、相手から距離を取りながらボールが来るのを待っています。中坂、浮き球のパス、イニエスタぴったりと止めます。大木原、ある程度今引いています。メルドンビクトリー、この下がった時、はい、ボールバックパスした時のこの逆サイドの作りですよね、イニエスタからこれはチャンスになりかけましたけどね。いや、オフサイドなかったですしね、あれトラップが決まってればという形でしたけども、はい、まあ、よくイニエスタ選手は見てますから、まあ、太田選手もね、いいランニングはしましたよね、はい、またイニエスタへ、ここをかわします。下がって受けます。酒井、イニエスタと酒井、横に山口、斜めに動いて山口だったんですが、ちょっとタイミングが合わなかったでしょうか。1対1のタイスコアです。イニエスタのゴールで先制しましたが、セットプレーでメルボルンビクトリーは追いつきました。前に入ってきた小林ですが、その小林のファールを取られたようです。7番のイコノミリスを倒しました。カップ戦の決勝では、決勝のゴールを決めているプレイヤーです。背番号7番のクリストファーイコノミリス、それがこのメルボルンビクトリーに加入して初めてのゴールだったということですが、大仕事をしましたよね。いや、大仕事しましたね。デビッドソン、ここはキャプテンのフリランテに入るところをしっかりと外へ出しました。小田のディフェンスです。イニエスタ、酒井が出して大迫、うん、追いつけば面白いんですが、ここはタッチに逃れました。背番号21番のミランダです。まあ、今日は短いパスだけではなくて、はい、こう長短を使いながら相手を動かしているっていうのはありますし、まあ、よりあのサイドチェンジっていうところが大きなサイドチェンジ入れば、はい、まあ、よりあのサイドのゲリラ選手と、まあ、酒井選手の1対1プラス、まあ、山口選手であったり大迫選手がサポートすると、まあ、サイドに数的有利を作れるので、まあ、そういうところの展開には持っていきたいですよね。長いボールを蹴りました。大木原、まあ、あとはサイドの1対1の時に決して負けるような部分はないですもんね、見ていると。そうですね、まあ、仕掛けても面白いかな、はい、という感じはしますね、はい、下がりながら長坂、
ボールをキープしました。また長坂へ斜めのパス、中央で受けた山口穂太郎です。大迫が落として山口、ここをイニエスタ、ブリマーが取りました。つなぎます。縦パス1本、イコノミディス、小林つきます。イコノミディス、さあ少し時間を作ってクロスボール、ちょっとディフレクションした、ヘディングシュート、いいくらよく触りました。ファインセーブ、まあ、この一発ありますからね。ダゴスティノのヘディング、よく触りました。まあ、このイコノミディスのボール、まあ、少しディフレクションしながら変わったんですけども、ね、まあ、ダゴスティノ、まあ、この辺の入り方はね、はい、まあ、うまさありますし、ありますね、迫力ありますよね。これはファインセーブ、ビッグセーブでした。まあ、ついては小林選手ですかね、はい、まあ、少しディフレクションがあったの で、ね、まあ、ボールのもう少し奥に来るだろうという予測はしてたと思うんですけども、はい、デビッドソン、パーへ、こぼれ球を押し込もうとしましたが、ここはなんとかしのぎました神戸です。いくらのビッグセーブがありました。いや、少しこれよく止めましたね、菊池選手ですかね、コース入りましたよね。まあ、少し2回続けてピンチ続いてますから、はい、そうですね、少し冷静に落ち着きたいですね、はい、あの一本のクロスでやっぱりピンチを作ってるんでね、神戸は、まあ、やはりここまでメルボルンを見てみると、はい、やはりサイド攻撃っていうところと、はい、まあ、怖さあるのはセットプレー、そうですね、っていうところを気をつけないといけないですよね。次回はちょっとタイミングずれて危なかったんですが、よく酒井がつなぎました。イニエスタへのファールです。入るところはだんだん、今もマルシャンが倒しましたが、ファールが増えてます。リスタート、酒井豪徳、イニエスタ運ぶ、イニエスタ運ぶ、なかなかこれ取りに行けませんね、いけない、そういう場合がありますね、はい、大迫から大田、右山川、さあ広げて、クロスだったでしょうかね、少し大きかったですね、はい、元々はセンターバックのプレーヤーです。アカデミーで育って大学を経由してこの神戸に入りました。まあ、ただこの山川はもう一昨年の ACL でいろんな成長を遂げたプレーヤーの一人ですよね。まあ、そうですよね、はい、まあ、元々ディフェンス力のある選手ですから、まあ、そういった中で攻撃をどう仕掛けていくのか、まあ、どう組み立てていく、ビルドアップのところで参加するのかというところは、まあ、自分としても課題が多分あると思うんですけども、まあ、そういった中でも堅実にはしっかりこうサイドバックとしてやれてますよね、はい、木口から山口、前に酒井です。小林、まあ、ここを左サイド、右サイドで作っている時の逆サイドどう見れるかでしょうね、はい、左サイドで作っていると中坂選手は余ってますから、はい、フリーな状態というところの逆サイドのサイズチェンジ有効には使っていきたいですね、今も広げている酒井です。ワンタッチで大迫へ、大迫のキープ、スローインです。酒井、まあ、リーグ戦の広島戦なんかの、ね、1点目っていうところ見事でしたね、崩しましたね、はい、左右と揺さぶってね、はい、最後はイニエスタが沈めましたが、ああいう形でやっぱりこうフリーなスペースっていうところを見つけながらこうボールをつないでいくっていうところは、はい、まあ、必要になってくると思いますし、できるチームですから、はい、山口、イニエスタ、もう今作ってる中でのこの右ですよね、ここでうまく間に入った小田です。またの右のパス、もうかなり左サイドには密集してますから、はい、まあ、これやっぱり相手をスライドさせることによって揺さぶりをかけたいというところは梶さんあるわけですか。ありますね、はい、
でメルボルンビクトリーの方は、まあ、前線3枚は、はい、あのサイドの選手はどっぷり下がらないので、まあ、5-4-1 の形には絶対ならないので、はい、5-2-3 のような形にはなってくると思うので、まあ、ウィングバックのところは1人だけになってくるので、ここはいったスペースにうまく入りました、うん、小田です。中坂、縦に大迫がいましたが、イニエスタから酒井、開いて山口、ワンタッチ、ここはゲリアに当たりました、スローインです。酒井入れます、山口、イニエスタ、足元すりつきます、イニエスタ、こう再三相手の股の間とかやったところにねパスを通しますから、いやこれつく方も嫌でしょうね。いやですよこれ遊び心ありますよね、はい、坂井、中坂、先ほどは右にいましたが左まで来ました長坂です。イニエスタ裏へ、なんとかゲリアはタッチに変わりました。坂井が声を出します。やっぱり海津さんおっしゃるようなところでこう逆サイドとかの動きを少し酒井は気にしているようですね。あ、そうですね、狭いところの受け渡し、酒井下げます、大木原、菊池、フィールドプレーヤーはすべてメルボルンビクトリー陣内に入っています。神戸、まあ、ある程度ボールポゼッションは神戸は上回ってます。大木原の長いボール、イニエスタへ、ここでも2対1なんですよね、はい、受けて酒井のクロス、これもしっかりと拾ってつなぎたい。菊池、山川へ、大迫、大迫がクロスを入れます。大木原、山川、国際舞台も経験豊富な大迫、ちょっと大迫に点を取ってほしいですよね。いや取ってほしいですね、流れ変わるでしょうからね、ーチームのまだ取るべき人が取るとね、はい、チームもこう力づきますからね、キャプテンイニエスタの先制ゴールがありました。セットプレーで追いつかれました、1対1です。時計は37分です。まあ、ボールを持つ時間は長い神戸です。まあ、ここのボランチの両脇っていうのはすごく空くんですよね、はい、このイニエスタ選手のところもそうですし、はい、まあ、ここに誰がつくのかっていうところ、まあ、センターバックがつきに来るのかってそうではないんですよ。やっぱボランチがスライドしに来るので、こういう大迫、裏へのパスだ、抜け出さが小田触ればというところですが、山川、クリアを拾います。クロスボール、山口、ここはスイッチ、大木原と山口のコンビネーション、中坂を落として左のイニエスタへ、横パス入れてもう一度もらう、コーナーに逃れました。まあ、リズムは変えてきましたよね、はい、まあ、先ほどもやっぱり相手のボランチの両脇でイニエスタ選手が陣取ることでポジション取ることで、まあ、ボランチはねスライドしながら真ん中を開けさしますよね。そこに大迫選手が降りてきてボールをもらってっていうところの縦パスを入るので非常にポジショニング良かったですよね。はい、狙ったのは山川だったでしょうか。山口ホタルが拾います。大迫から山口、中央にまだ菊池隆法は残ってます。イニエスタが追いつきます。まだ菊池は残ってます。まあ、今の大木原選手のね、はい、最前線はずれましたけども、いいとこ見てましたよね、クロス、山川、クロスボール、小林も前にいます。斜めにボールを入れてヒットはしませんでしたが、ゴール前、小田、ヘディング落とした菊池、そして大迫、
体を入れて、まあ、サイドからの揺さぶりはかけてますよね、はい、かなり、まあ、そしてディフェンスラインとボランチの間のマイナスのボールって結構有効的には今入ってますから、はい、まあ、その辺も一つヒントになると思いますね、ちょっとそこへの対応も遅れてますよね、はい、メルボルンビクトリーは。そうですね、まあ、ディフェンスが出るわけでもないですし、はい、そこをしっかりとボランチが下がって埋めるわけでもないですから、はい、まあ、その辺のスペースは有効に使いたいですね、こういうところでもボールは取れます。小田から大迫、下がってボールを取りました。マルシャ、まあ、この時間畳みかける時間かもしれないですね、はい、少し前から前線から残り少ないですから、残りは5分です。前半のうちにやはり勝ち越しておきたいヴィッセル神戸。おっと、ずれましたが相手が残ってなくてよかったです。いや、よかったです、はい、一つビッグセーブがあったイクラ、つなぐのもうまいゴールキーパーです。セカンドボールを酒井豪徳、酒井豪徳がファールを受けました。マルシャンのファールです。こういうところはドイツで8年間プレーをした強さがあります。酒井豪徳、大木原、まあ、かなり中盤には、ね、スペースはありますから、ありますよね、こういうところ入りますからね、はいはい、山口からのリターンでしたが、まあ、基本エリア中盤のスペース、はい、ボランチ2人で埋めてますから、まあ、到底無理ですよね。だからあんまりこうディフェンスの押し上げってしないんですよね。まあ、しないですね、あんまりラインは上げないんで、はい、なので、まあ、バイタルに近いところでボールキープあるいはパスを通すことはね、神戸は可能ですからね。可能ですね、こういうところもそうなんですが、まあ、よりサイドでっていうところでボランチを振りましたですよね、はい、インサイドに入った酒井です。中坂、こういうところで相手が食いついてきてるなというところもある程度気配として分かっているとね、また後半も戦いやすくなりますよね、はい、そうですね。山川、菊池龍歩、お前で追ってきます。ああいうところはダゴスティの者、ゴールキーパーはアクトンです、まあ、リーグで使われているゴールキーパーのケラバーというのが ね、 そうですね、帯同してないんですよね、はあ、まあ、今ボール出せなかったですけども、はい、大木原選手から山口選手に出しても面白かったかもしれないですよね、はい、まあ、よりそういうことで中盤を引きつけながら真ん中に集中させておいて酒井選手のところにボールを流していくっていうのも面白いかもしれないですね、はい、まあ、結構こういう食いつくディフェンスも多いですからね、はい、大迫に対してかなり激しいコンタクトをしたミランダにイエローカードが出ています。これでデビッドソンとミランダ2人の選手にイエローカードが出たメルボルンビクトリーです。ミランダも 4-4-2 のフォーメーションでもセンターバックのポジションを取るプレイヤーです。斜めのパス、中坂、イニエスタ、酒井、裏を狙っていました長坂、横入れてイニエスタ、あ、先ほどの中坂の動きは良かったですね。いや、良かったですね、はい、まあ、一度このウィングバックの裏を突くという動きはね、はい、非常にいいですよね。酒井、ここは1対1の局面から入れてきました。イニエスタ、ちょっと角度がなくなった。酒井へ、大迫が中に入る、その大迫、うん、ヘディングを落とす、小田、
いや面白いツートップの動き出しでしたけど ね、まあ、坂井選手もいいところ流し込みましたよね、はい、山口から荻原坂井、うん、裏へ面白い山口ですが、いやー合ってましたけどね、ボール少し流れましたか、ボールがアディショナルタイムは2分です。今表示をされましたアディショナルタイム2分、1対1のタイスコア、イニエスタのゴールで先制、しかしセットプレーで追いつかれましたヴィッセル神戸、こういうところを慎重に行きたい神戸です。大きく蹴り出しました小林、まあ、この終了間際のこの時間帯っていうのはね、非常に集中しないといけないし、はい、そうですよね、お互いよくプレスをかけました。デビッドソン、ここは左に流れていましたダゴスティノでしたが、キャプテンのブリランテです。ポポビッチ監督、まあ、ポポビッチ監督はウェスタンシドニーの監督時代には ACL 優勝を経験しています。オーストラリアのチームで ACL 優勝はその1回だけ、まあ、ACL の戦い方も知り尽くしていると言っていい監督です。浮き球のパス、今はキャプテンのブリランテからブリマーでした。まあ、日本でプレーしてたということもあってポポビッチ監督も日本の、ね、選手のことはよく知っているでしょうし、まあ、戦い方っていうのも、ね、ある程度分かっていると思いますから、はい、まあ、ある程度リスペクトした上での戦い方にはなってくると思いますよね。ここで笛が鳴って前半の45分タイムアップです。1対1での折り返しです。早い時間帯にイニエスタのゴールで先制をしました。ただセットプレーで点を失いました、まあ、その後のピンチ、イクラのビッグセーブもありました。まず前半を見終わって勝さん、印象いかがでしょうか。まあ、そうですね、いい時間帯にイニエスタ選手が先制して流れ良かったんですけども、はい、あのセットプレー1本でまた同点に追いつかれてっていう中で、まあ、どうなるのかなと思ったんですけども、意外と落ち着いてる、あの神戸が試合を運んでるなっていう感じがしますし、あとは決定的なシーンをどれだけ作れるかっていうところにはなってくると思いますね。ボールはしっかりと握ってますよね。はい、はい、AFC チャンピオンズリーグ2022東地区プレーオフステージのヴィッセル神戸対メルボルンビクトリー、前半終了1対1です。それではここで選手のインタビューをご覧いただきましょう。そうですね、まあ結果がついてきてない、ところももちろんありますし、守備での失点も多いし攻撃も、得点が少ないというところで、まあ、少しこう乗れてないところっていうのはあるのかなというふうに思ってますし、まあ、改善すべきところっていうのは非常に多くあるかなというふうには思ってますが、全体的な守備としてはやっぱり、昨年度やれてたハードワークというところで、連動しきれてない部分だったり、まあ、少しこう人に対する緩さみたいなのが少し出てしまっているのかなというふうに思うんで、まあ、でもそこはこう戦術動向じゃなくて個人で解決できるところだと思うんで、まあ、それをこうチームとして共通理解を持つということで、まあ解決はできるかなと思うんで、まあ、そこはしっかりこうディフェンスリーダーとしてもチームにしっかり発信して、まあ、1試合でも早くそれをやっぱり解決しなきゃいけないかなと思ってますね。大会前に、いろんなことを言うのは簡単だとは思うんですけど、まあ、何度も何度も自分自身にもそうですし、メディアの前でもやっぱり言ってますけど、まだ本戦に、行ったわけではないので、やっぱりまずはそのプレーオフ勝って、そのチケットをね、自分たちが手にした段階で初めてこう サポーターの皆さんに
今年はしっかりやってきますよっていうことをやっぱりもう一回言いたいなと思いますし、ただやっぱり目の前に試合があるってことなので、まあ僕たちだけの力で突破できる簡単なものではないと思いますし、もちろんチームとしてヴィッセル神戸としてまとまりは持って戦いに行きますけど、まあ実際に今回ねこの予選プレーオフっていうのをホームでできるっていう強みはやっぱり存分に生かしたいと思いますし、神戸のスタジアムでやる ACL っていうのはやっぱり皆さんもすごくこうまた違った新鮮な空気で、まあ僕たちにこう大きな力を与えてくれると思うんで、まあまずは一緒にやっぱりプレーオフを勝ち抜いて、まあそこからまた一丸となって ACL っていうのに足並み揃えて向かっていけたらなっていうふうに思うんで、まあまずは自分たちもそうですけどいい準備してプレーオフ勝つことを一生懸命目指して頑張りたいと思うので、まあ皆さんのスタジアムの応援っていうのをすごく力に頼りにしていますので応援よろしくお願いします、はい。まあ、でも本当にこうチームが、ブレずに自分たちがやってきたことをやっぱり信じて、やっていくのがやっぱり一番いいと思うんで、まあ、今は、ちょっとずつ強くなっていってるなっていう実感はあります。そうですね、まあ、前回はどっちかというと、まあね、リーグ戦でも結果が出てなかったですし、自分たちが ACL 出るっていうことに対して多分こう期待してたファンは多分誰もいなかったと思う中で、やっぱり自分たちはその、批判だったりとかこうそういうものを糧に、まあ結果で見返した部分はあったんで、まあ、ただ今回はね、まあ去年が過去最高の3位で ACL の首都圏プレーオフ取ったっていうこともあって、まあ、その頃と比べるとやっぱり多少の期待感は、はい、あると思いますし、まあ、ただその中でスタートしてリーグ戦もまあ今こういった形であまり結果が出てないっていう中で、まあ、プレーオフに挑まなくちゃいけないので、やっぱり、ね、そこを突破しない限りは本戦にはいけないわけで、やっぱり、ね、そこを突破しないと去年3位になって頑張った意味っていうのがなくなってしまうとは思うんで、やっぱりオーストラリアのチームっていうのはどこが出てきてもやっぱりいつも手強いですし、またちょっと韓国とかとは違ったこうフィジカル的な強さはあるやっぱ国なので、やっぱりまあ僕とかゴードクとかはね、やっぱり代表でオーストラリア代表と試合してる時にやっぱり感じてるところはあるんで、やっぱりそこはね、日本にとっても僕たちにとってもこうすごく難しい相手になるなとは思ってます。 ACL まで、まあ、出場がほとんどない状況だったんで、まあ、そこで ACL チャンスをもらって、まあ、ここしかないなっていう気持ちで臨みました。優勝が目標だったので、まあ、ベスト4に満足してはないんで、まあ、今年こそは絶対に優勝したいなと思ってます。J リーグとはもう全く別物の大会だと思ってますし、環境、そして相手、レフェリングもそうですし、全てにおいて J リーグとは全く異なる大会だと思ってます。もしかすると ACL の方がやりやすかったりもしますし、個人の能力、戦術がうまくはまる大会なのかなというふうに思ってますけども、まあ、この大会の醍醐味はやっぱり過密日程の中でもチームがまとまって一つ一つ勝っていくことで、またチームが進んでいく上で勝ちを得て前に進んでいく、進化していく楽しさがある大会だと思ってますんで、まあ、僕も長年ねこの大会経験させてもらってますけども、自分自身もこの大会を経て殻を破ることもできてますし、ものすごくねこの大会を通してヴィッセル神戸が強くなる、そういうね自信があります。まあ、日頃から監督が言っている球際だったりハードワーク、そして切り替えのところ、そういう一つ一つの試合の中で起こり得るバトルの局面のところでやっぱり勝敗を分けるポイントだと思ってますんで、そこをねこの大会を通して、チームが強くなる上で、G リーグの方にもね持っていければいいのかなというふうに思ってます。はい、僕がこのチームからオファーをいただいた際に、ヴィッセル神戸がアジアでナンバーワン取りたいという話も伺いました。その話にね僕も賛同し、このチームにやっていきたい、このチームで結果を残したいという思いで、このチームにやってきましたので、とにかくチーム全体が選手だけじゃなくてフロント含めてチームがそれを合言葉にやってるっていう意味でもすごくねそこに対してピッチから表現できればなというふうに思ってますし、日頃から選手がね口々にアジア取りたいとか、アジアでナンバーワンになりたいっていうことも言ってるぐらいのチーム力ではありますので、とにかくこの大会にヴィッセル神戸が出ること、そしてこの大会で旋風を巻き起こすこと、
はい、それはね、まあ、このチームが一番アジアでいいサプライズを起こすね、きっかけになればいいかなというふうに思ってます。まあ、牧野も ACL での浦和で優勝の、ね、経験もありますから、はい、まあ、そういうのが、ね、はい、また再びという感じはしますよね、インタビュー見てると、ぜひこう神戸でも、ね、はい、ACL の頂点に立ちたいという意気込みは十分に感じました。それでは前半をハイライトで振り返りましょう。一発勝負の ACL のこのプレーオフ前半の6分です。先制ゴールはヴィッセル神戸、ここで中坂の折り返し、そして左足でゲット、イニエスタ。まあ、ここは落ち着いてましたよね、本当に早い時間帯でしたし、チームに勢いをもたらしましたよね。武藤も拍手を送ります。まあ、ここ1回流れるんですけど、中坂選手よく見ましたよね、はい、このクリアボール拾っての左足シュート、このクリアボールも自分の足元に来るのが分かっているかのようなね。そうですよね、まあ、準備できてますよね、はい、ただ1本目のコーナーキックでこれを押し込まれました。これは少しもったいなかったですね。12分です。ラゴスティノ、まあ、ここ入り方うまかったですね。キーパー、まあ、ブロックしながらというか、まあ、団子状態の中から、はい、メルボルンの選手たちが出ていきましたから。今度は17分フリーキックから折り返して、これは決まったかと思ったんですが、これはオフサイドは VAR だったらなかったでしょうねそして31分、今度はメルボルンです。このヘディングをイクラのビッグセーブ、チャンスらしいチャンスはなかったんですけどね、はい、そしてアディショナルタイムです。酒井のこのパスから山口、触ればというところでしたけどね。いや、これはいいボールでしたけどね、はい、少し山口選手流してしまいましたね。さて、シュート数はメルボルンビクトリーの方が多いんですね。そうですね、はい、確かに、まあ、日本しか打ててないということは、まあ、メルボルンビクトリーは、まあ、セットプレーからのシュートは、まあ、はい、ありましたし、まあ、流れからっていうのはあの1本だけだったとは思うんですけども、ないですけどね、はい、まあ、神戸も、まあ、ボールを持ってた割にはゴール前でのシュートシーンっていうのは、はい、まあ、少なかったのかなっていう感じはしますし、まあ、ボールを持てる分どう今度は仕掛けていくのか、相手に圧力をかけていくのかっていうところは後半少しね、立ち上がりからテンポアップしたいですよね、はい、このままの膠着状態になってしまうと相手のペースになってしまう可能性はあるので、まあ、ある程度力量も多分ね前半で分かっていると思いますし、ある程度ボールは持てるっていうのを感じていると思うので、はい、まあ、そこから相手をこうどう動かしていくのか、どういうボールを供給していくのかっていうところ、連動していくのかっていうところは、まあ、後半注目したいですよね、まあ、あとは交代のプレーヤーというところもね、気になるところですが、さて、このプレーオフを制したチームが、このあとグループ J、これで、戦うということになります。まあ、上海とチェンライユナイテッド、それから香港のキッチーという、3チームと争うということになりますが、まあ、チェンライユナイテッドは昨シーズンガンバ大阪と同じグループ、はい、キッチーは昨シーズンセレッソ大阪と同じグループということでね、はい、ちょっとこう ACL をご覧になっている皆さんは、ゆかりのある、そんなチームかもしれません。まあ、ですから、そういう意味では今中国のチームというのもなかなかパワーのあるチームは少なくなってますから、まあ、そうですね、はい、ここね、なんか最近ではなかなか、まあ、勝ち上がれないっていう、中国チームは多いですからね。まあ、そういう意味ではプレーオフを勝ち上がって、このグループに入ればね、また決勝トーナメントというのも見えてくるでしょうし、まあ、可能性はね、はい、大いにあると思いますしね、まあ、韓国勢いないだけでも随分違いますもんね、プレッシャーが、まあ、全然違いますよね まあ、そのためにはもう一度アジアの頂点への挑戦権を得るためには、まず今日勝つしかありません。
まあ、ゴール裏にはたくさんサポーターが来てますし、一致団結という鉢巻きが今日は実は会場で配られていまして、その鉢巻きをして応援をしている方々もたくさんいらっしゃいます。まあ、でも今日はかなり入っている方ですよね。いや本当そうですね、はい。まあ、それぐらいこう ACL の思いは選手もちろんそうですし、クラブもそうなんでしょうけど、サポーターの皆さんも非常に強い気持ちを持っているし、あの ACL の準決勝の悔しさやっぱり忘れてないんですよ、サポーターの皆さんもね。忘れてないですよね。本当アジアチャンピオン取りたいっていう気持ちはね、本当に選手以上にまあサポーターの皆さんもあると思いますよね。後半の立ち上がり選手交代ありません。まあ、ヴィッセル神戸アクシデントセルジーサンペールが足を痛めて、前半のうちに大木原に交代をしています。改めて梶さん、はい、ACL の頂点に立つその視界っていうのはどうだったですか。いやもう最高、最高ですか。ね、もう言葉では言い表せない、本当にあのアジアの頂点ですから、はい、J リーグチャンピオンとはまた違う、なんかこの本当にアジアの頂点に立つの難しいですけども、その時の頂点に立った時の気持ちっていうのは一生忘れないですし、一生財産ですよね。はい、まあ、ACL でいろんなことを吸収したそんなプレーヤーがこのピッチに再び立っているということもあります。なんとしても ACL へ、後半45分でできれば決着はつけたい。まあ、そのためには本当にこの後半の立ち上がりどれだけテンポアップし相手にプレッシャーをかけながら攻撃を仕掛けれるか、まあ、その裏返しとしてもこうカウンターに備えたしっかりとしたリスクマネジメントを取らないといけない、まあ、このバランスですよね。まあ、三浦監督も言ってましたけども、バランスを崩してまでっていうところは多分考えてないと思いますけども、しっかりと後ろのリスク管理を感じながらどう攻撃を仕掛けていくか得点を取るかっていうところは大事になってきますね。まあ、大迫もどうやら見ているとこう列車の影響ってそれほどなさそうですしね。そうですね、怪我の影響はね、はい。後半は左エンドが神戸です。右エンドがメルボルンビクトリー。まあ、でもこのプレーオフを地元でプレーできるというのはね、神戸にとっては大きなアドバンテージのはずですから、かなり大きいですね。後半の45分スタートです。大迫が下げて大木原は左へ、酒井豪徳が運びます。山口がタッチ沿いにいます。ここのラインっていうのは結構前半もねチャンスを作りました。はい、イークラ、まあ、リーグ序盤は前川でしたが、イークラが最近はゴールを守っています。イニエスタワンタッチ、まあ、少しあの立ち位置は変わってるのかなっていう、メルボルンビクトリーの方は変わっているのかなっていう感じはしますよね、はい。レイモン・マルシャンの4番の選手ですよね、アンカーポジションに入ってますよね今、はい。でそのトップの2トップでトップ下に、ブリマー、はい、ブリランテっていうところの逆三角形ですね、はい、中盤逆三角形のような形にはなってますよね、はい。少しこう攻撃的なスタイルになってるかもしれませんね。小田が開いて酒井追い越します。山口はイニエスタに預けて、酒井は中に入っていきます。イニエスタ速いボールを入れてきました。大迫がターゲットだったでしょうか。打っていきました山口です。まあ、ある程度神戸にサイドで起点は作られる時間、はい、スペースを与えてたと思うので、はい。まあ、それを修正してきましたね。デビッドソン早めに縦に入れてきました。同点ゴールのダゴスティノ、まあ、おばあさんが日本人という左サイドバックのデビッドソンです。菊池龍穂から小林、酒井、中に小田、小田が待ち構えていました。セカンドボールを拾います山口、酒井豪徳、山口が外から追い越す。サポートに行きましたイニエスタ。ここ3対2の局面、間に入りました。まあ、逆にこういう時に山川選手なんかもう少し高い位置で、外に張っててもいいのかもしれないですよね。今手前にいますけれども、ここはスイッチをしようとしたんですけど、セカンド拾います。長坂、長坂、山
山口のクロスボールゴール前大迫が入ります。ボールに入って、クロスに対してはしっかりとディフェンスが2枚3枚と戻ります。大迫を1人にさせないというね、メルボルンビクトリーの守備です。左からゲリア、ここ体を入れながらというところでしたが、キャプテンのブリランテのファールです。山川、デビッドソン前から行きます。まあ、そうですね、はい、まあ、中盤、後ろが 5-3-2 のような形にはなってますから、はい、まあ、前半は 5-2-3 のような形にでディフェンスはなってましたからね、ワンタッチ小田が落としてイニエスタ、ゲリア、中盤で奪った荻原、長坂のワンタッチちょっと反応が遅れた大迫、うん、おっとちょっと小林倒れている、中に入れてきて、あ、スルーをしてその後ろにデビッドソンがいました。ただ小林がうずくまっています。うーん、足を押さえています。あ、まともに踏まれましたね。これは足の裏行ってますから危ないですよね。非常に危険なプレーですね。これレフリー見てなかったんですかね。うん、今立ち上がりましたが、まあ、ちょっとね今言ってますけれども、かなり危険なプレーではありました。ダゴスティノ爪あたりに入ってましたから ね、まあ、これまた VAR があればちょっと危険なプレーですよね。危険なプレーとして、カードが十分にこうなんならね、はい、VAR なら介入ならひょっとしたら赤いものが出るかもというぐらいの、ね、かもしれないですね、はい、そのぐらいのプレーです。小林は大丈夫でしょうかね。あの最初のプレーでねサンペールもちょっと足を痛めましたんでヒヤッとしましたが、今運んでいるのは小林です。その左足で蹴りました。サイドを変えました。山川、イニエスタ、中央に通します。大迫が下げました。長いボール、うん、あ、酒井追いつけばというところでしたが、まあ、いいタイミングでは走ってるんですけどね、はい、これが合えばという、まあ、特徴は出ましたよね、はい、大平選手の、まあ、こういうところもゲームを重ねていけばタイミング距離感合ってくるんでしょうけどね、はい、山川競り勝つ、大迫落とします。大迫へデビッドソン、山川、よく体を入れた菊池です。こう外されそうなところでよく体を残しましたよね、はい、ニコノミリスのプレーでしたが、相手が2人来ます。ここにイニエスタフリーでした。裏へのボール、優しく出しました。まあ、後半に入って裏のこうランニング、はい、まあ、酒井選手も取ってますけども、意外とライン設定高めで、まあ、強気な姿勢、まあ、裏っていう意識はあまり薄いですよね、はい、メルボルンビクトリーの方がですね、はいはい、まあ、カバーする意識もないですしあまり、はい、だから逆に言えば本当に裏にどん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 スペースに走っていくことが、あのプラスになっていくとは思いますよね、はい、こういうところ中途半端にならないように気をつけたい。小林、ちょっとですから小林なんかもやっぱりラインを上げてきているというところで今長いボールを、ね、蹴りましたけれども、はい、まあ、長いボールばっかりになってしまうと少し相手に読まれるので、はいはい、まあ、そこをうまくあの手前の短いボールと長いボールを使い分けながらっていうところは大事になってきますよね。ア
相手の出方、ラインの押し上げなどを見ながらね、はい、酒井です。スペースへ、オーダーっとサイドフラッグは上がっています。ちょっと大迫が今のはそうですかというようなジェスチャーをこれしてますけれども、いやここも微妙な判定ですけどもね、はい、まあでもね今日は VAR 入ってませんし、レフリングも含めての ACL なんでね、いやそうですね、本当もう割り切って戦わないといけない、はい、まあそういう試合にはなりますけどね。ここは選手はストレスをためてはいけません。小林から小田、ちょっと先ほどのプレーで心配はされましたが、なんとか小林はプレーを続けています。ワンタッチ、少し時間を作ります。まあ、今時間を作ったところでかなり押し上げをしました。メルボルンビクトリーです。最後はよく粘りました。ゴールキックを取りましたヴィッセル神戸です。小林と山口で対応しました。まあでもああいう一発がありますし、ここぞという時は人数かけてきますからね。まあ、かけてきますし、はい、まあ、前半を見て、まあ、力の力量であったりというところは、まあ、神戸の選手はまあやれるという実感はあるので、はい、まあ、こういう試合というのは一番怖いんですよね。あ、はい、まあ、一番本当に、まあ、攻めている中でカウンター一発でやられるということを往々にあるので、はい、まあ、こういうところを締めないといけないし、まあ、早めにもう点を取り切る、まあ、圧力をかけるというパワーを持って、まあ、後半終盤になってくるとどんどん疲れてきますから、はい、まあ、より後半の立ち上がりからどんどん仕掛けていくことが大事ですよね。裏を狙う山口です。エリアの裏を取って折り返せばというところです。コーナーは取りました。結構取りました。まあ、再三ね、本当にあの後半立ち上がりから大田選手も大迫選手も、はい、山口選手も裏取ってますから、まあ、そういう意味でもその手前のスペースっていうところも今度活用していきたいですね、はい、山川、菊池、小林と上がってます。ヘディング枠は捉えませんでした。いやー、後ろからの走り込みのタイミングも良かったですし、まあ、イニエスタ選手も、まあ、菊池選手にはこれ上げてますよね、はい、この入り方タイミング良かったですね。うまく選手と選手の間に入って、まあ、高さもありましたし、まあ、あとは本当にねもう少し低ければという、はい、ちょっと今度はメルボルンビクトリーのプレイヤーが一人負傷したんでしょうか。先ほどの競ったシーンなんでしょうか。シュートの数は4本ずつ。背番号7番のイコノミディスですね。そうですね、左の膝を少し痛めたようです。今ただ立ち上がりました、うん、ただ一旦外で治療を行います。イコノミティスです。まあ、オーストラリア代表のプレイヤーで、昨年10月の日本戦では途中出場しているイコノミティス。変えるんですかね。変えますかね。ホラミですかね。スピードのあるプレイヤーですけど、ホラミがどうやら入っているようです。まあ、リーグでは14試合2得点というホラミ、非常にスピードのあるプレイヤー。これがどうやら入ってくるようです。イコノミディスはそのまま交代をします。今まだ外にいますので、ですから1人少ない状態です。メルボルンビクトリー、まあ、そのままトップに入るのか、少しシステム自体を前の形を変えてくるのか、はい、左のウイングをすることが多いプレイヤーですけど ね、はい、あの今スタンバイしているのはね、
ホラミは、まあ、あと右にはロハスっていうスピードの選手もいますから、はい、オーダーです。ここはオフサイドはなかった。中坂フォロー、サポートに行きました。中坂です。大木原、まあ、ここからですね。小林、ここからどういう崩しをするのか。中に入ってきた大木原、うん、今はねいい狙いでしたけどね。いや、まあ、そうですね、はい、外に出して自分は内側に入ってきました。長いボール使います。小林対応、酒井はうまく受けました。マルシャン、ゴール前ダゴスティノは狙っています。やっぱりあのプレイヤーが怖いですよね。いや、そうです ね、あそこに入ると何かが起きる、はい、右サイドで山川手を挙げていましたが、ここはもう一度左を使います。大迫、酒井、イニエスタ、前で小田がスペースを狙います。横から中坂、中坂、いや、いいとこ見た。山口、ワンタッチ、大木原、スペースへ出したイニエスタ、折り返せるかというところですが、前に笛がありました。そしてここでようやく11番のホラミが入ってきます。ちょっとここは酒井に対してかなり強いちょっと少しコンタクトをしたゲリアですが、読まれてましたね、はい、まあ、そのまま2トップ、はいに入るみたいですね。ダゴスティノとホラミで、はい、そうですね、はい、そのホラミファーストタッチです。イニエスタ、まあ、そこまで背負って受けるタイプではないので、ホラミ選手は、はい、多分スペースに走ってっていう良さが出ると思うので、はい、まあ、そこをしっかりとあの神戸の選手は分かってプレーしたいですよね、山川、デビッドソンを外しました。中坂、スペースへ、ちょっと早かったですかね、小田、まあ、この動き出しは何度も繰り返すべきだと思いますし、はい、今のいい動きだと思いますよね、はい、まあ、全然あのメルボルンの最終ラインついていけてないので、はい、まあ、この動き出しっていうのは重要ですね。酒井対応するブリランテです、まあ、小田選手、大迫選手が走ることで、はい、まあ、今いるイニエスタ選手だったり中坂選手のスペースが生まれますよね、はい、手前に、まあ、そういう選手を、まあ、グラウンダーでつけていくっていうところも一つの手ですし、まあ、そこを見れるかどうか、まあ、両方遠くを見ながら手前を見るっていうその視野を持てるかどうかですね、あとはあの辺りに入ってきた時にはちょっとこう圧力をかけるようになってきましたね、はい、菊池、中坂、大木原、長短のパスが出せるプレイヤーです。インサイドで受けた酒井です。菊池、この ACL で自分は大きく成長したんだ、そんな話もしています。もう一度 ACL、まあ、今度は主力としてね、プレーをしたいという菊池流歩、大迫が触ります。中坂、おっと失いかけましたがよく粘りました。そしてイニエスタ、イニエスタ2人がかり、あの
この辺も慌てないですもんね、うまく相手が足出してきたところダブルタッチでかわしながら変化つけますよね、はい、さあそして得たフリーキックです。ちょっとセットプレーでなんとかしたいですね神戸も、まあ、チャンスはありますからね、はい、まあ、先ほどの菊池選手もそうですし、入れてきてこれは簡単に返されましたがもう一度イニエスタの前へ縦に入れました。ここを狙われた、うん、なんとか止められるかエリア、パスが通る、うん、まだ拾う、デビッドソン、渡ろう、打ってくるのか、ミドルレンジからブリマー、ブリマーもリーグでは14試合に出場している主力のプレーヤーです。少しこう運ぶというアクションも出てきてますね、メルボルンビクトリーは、うん、ね、はい、まあ、先ほどのブリマン選手がシュートを打ったことで、はい、少し勢いづいてはいますよね、ここもハミングが出して、そしてゲリア、まあ、ここからの試合運びっていうのも難しくなってきますし、はい、交代選手をいつ使うのか、まあ、もしかしたら延長もあるっていうのも考えながらの交代になってきますから、はい、本当に三浦監督のマネジメントにもかかってきますよね、はい、どちらの監督も立って戦況を見ています。ボボビッチ監督は声を出しながら腕組みをしてじっと見ている三浦監督です。さあ間でボールを受けました、キャプテンのブリランテから縦パス、ホラミがいます、デビッドソン、ホラミちょっと嫌な時間帯です ね、 そうですね、ボールキープをしています。メルボルンビクトリー中に入ってきて、ここはクリアをしました。菊池少しメルボルンビクトリーの時間帯になっています。デビッドソン、うん、まだメルボルンビクトリーボールです。ここイニエスタが行きました。小田その前で取って、うん、小田に当たりました。小田が今スパイクの紐を結び直しています。もう少しね、はい、時間的にも疲れてくる時間帯なので、まあ、もう少しね、まあ、疲れも分かりますけどギアを上げながら、はい、まあ、もう少し人に人に人にというところは行きたいですよね。やるやるよ、人に任すな、任すな、全部自分で、まあ、今うまく荻原選手の脇のところでホラミ選手であったりブリマ選手が受けてっていうところの起点は作られているので、はい、まあ、そしてまあのゲリア選手であったりデビッドソン選手のところ両ワイドっていうところは使われてますよね、まあ、今度はサイドを変えてゲリアです、うん、ちょっとこれはミスキック気味になったか小林、まあ、あとはもう人に人にこう出していったときに前からプレッシャーいったときのまあセカンドボールを拾った後にどうつなげていくのか、まあミスを少なくして前線に運んでいくっていうところも大事になってきますし、まあそれはもう個々のまあポジション取りであったりまあクオリティにはかかってきますけども、イニエスタさあ上がれという山川です。ここはイクラまで戻します。ホラミ行きます。ダゴスティノも狙ってます。ようやくマイボールになりました。まあ、この辺もねメルボルンビクトリーの方はもう
割り切りが早いので、うん、すぐに下がってしまう、そうですね、後ろのスペースを消してしまうというところはあるので、はい、そのスペース大迫引きつけるイニエスタ中坂山川中に入って左足で出したセカンドを拾います小林イニエスタ浮き玉のパス山口の動きに合わせて浮き玉のパスを出しましたイニエスタ、まあ、サイドバック山川選手、はい、もう少し高い位置を取っても面白いのかもしれないですね、ちょっとずれて井口から山口高い位置を取るだけで全然違うんですけどね。ああそうですか、はい、相手のディフェンダーからするとすごく嫌なので、はい、まあ、相手の最終ラインと同等のぐらいのポジション取り高めの位置を取ってもいいのかもしれないですね、まあ、後ろは数は揃ってますからね、はい、7861人よく入ってますね。いや入ってますね。さあその前で ACL 本戦出場を決めたいヴィッセル神戸です。酒井イニエスタが出してというところでしたがもう一度スローインです。小林横に広がりながら菊池山川圧力を受けて出しどころにプレッシャーをかけてきました。ここもかけてくるところで縦に入れます。長坂触って大木原、まあ、左サイドの、はい、デビッドソンなんかは意外と、まあ、早めに高い位置を取ろうという相手にプレッシャーをかけようとするポジション取りはしてきますからね、はい、どちらかというと、まあ、神戸の左サイドで組み立てる方が楽なのかもしれないですね、うん、ゲリアはそんなに出てこない、出てこないんで、はい、菊池のパス、うん、小田へというところでしたが、いや惜しかったですね。一瞬の隙空いてましたけどね、そこ菊池選手いいボール縦パス入りましたけどね、デビッドソンからミランダ、さあそしてここでボラミが先に触った、うん、角度のないところ折り返すゴール前合わせた、入ったフォラミから最後はダゴスティノ1対2。この一発の速さですよ ね途中出場のフォラミそのスピードを生かしてきました。いやここポッから来ましたね一瞬、まあ、ここのスルーパスも見事でしたけど、まあ、ここのフェイント入れてからのクロス、ここの入り逆サイドの、まあ、ここには入ってますよね、ダゴスティノ。やっぱりストライカーらしい嗅覚持ってますね。この入り方はさすがですね。チャンスの時のこの嗅覚、これで1対2、まあ、まだあと20分ありますから、はい、まあ、全然わからないですよね、はい、まあ、ここをしっかりと落ち着いて入りたいですね、さあ追いかける形になりました神戸、一旦は逆転されました。ただ時間はまだ20分あります、うん、イエスタ斜めに入れてまたイエスタへ横パス、小田、イエスタは中に入っていきます。山口から大木原、山川、小林、今菊池は前にいます、前線にいます。山口クロスリフレクション、オーバーヘッド後ろからチャンスになる大迫、うん、
ナーキック。ビッグチャンスでした神戸。まあ、ここは山口選手からのボールで、まあ、うまくねこれ中坂選手落としましたよね、大迫選手も、まあ、抑えの効いた枠には飛んでましたしね、はい、さあコーナーヘディング小林と菊池が飛びました。ここはゴールキックに変わります。まあ、でも先ほどから菊池選手には、はい、まあ、合ってますし、まあ、競り勝ってはいるので、まあ、ここをターゲットにするのは一つポイントですよね、はい、セットプレーそのあたり分かってセットプレーではない瞬間にも前出ていました菊池龍歩です。はい、まあ、イニエスタ選手も、まあ、菊池選手しか見てないですよね、はい、なるほど、もうそこには合わせにはいってますから、はい、ここはポラミに合いませんでした。大木原、小林、坂井、縦に大迫です。大木原、ダゴスティノはここはプレスをかけていきました。長坂、まあ、1点リードのメルボルンビクトリーは少しこう戦い方も変わってきますか。まあ、より頭の中はもうカウンターっていうところには整理されてきますよね、はい、まあ、無駄な力を使わずに本当にディフェンスっていうところの力を注いでるっていう感じがしますよね、はい。まあ、前線では、まあ、あのダゴスティの、まあ、ホラミを中心に2人で行ってもらうっていう形は取ってると思いますね、はい、リンコンが今呼ばれました。菊池から山川ちょっとスタート遅れたんですが、荻原下がって山口、まあ、逆にあの両サイド、はい、酒井選手はまあ高い位置取ってますけども、山川選手もまあ高い位置を取りながら、まあ最終ラインの位置まで、ポジションを取ってもいいのかもしれないですね、でその後ろのスペースを逆に中盤の選手が使ってもらうっていう形を取ると逆にスムーズなのかもしれないですね。小田が戻りオフサイドを取られました。さあリンコンは誰に変わるでしょうか。あ、それからハツセも呼ばれましたね。右左のいいキックを蹴れるプレイヤーです。まあ、追いつかなければいけませんので、いやそうですね、はい。まあ、ハツセは入っておそらく山川と変わって酒井が右へということになるかもしれません。リンコンは誰と変わるでしょう。大木原、イニエスタ、酒井とイニエスタ、イニエスタプレッシャーを受けながらよくボールをキープ、シュートを打った菊池です。イニエスタ取った、中に大迫いる、うん、狙っていったか、また狙いに行きましたかね、少し右に外し相手の足が出てくるところに、まあ、ここもよく奪い切りましたけどね、早かったですね、うん、また狙ってますね、はい、17番のハミルの股抜きを狙ったんですね、ですね、これ少し右左足を出させておいて、はい、股を狙ってますね。で足がつりましたかね、メルボルンビクトリーのプレイヤーが1人、まあ、移動の疲れもあるでしょうし、はい、この一発勝負の、まあ、メンタル的な部分もね、非常にしびれる試合にはなってますから、まあ、短縮はされましたが移動して3日間ね、はい、待機期間があったというメルボルンビクトリーです。ちょっと水分を取るイニエスタ、大木原、まあ、よりまあリンコン選手、ハツ選手が入ることで、まあ、システム的にも、まあ、4ではなくて本当にもう3のような形に
なってもいいのかもしれないですよね。まあ、荻原選手が少し降りながら3でっていうで両ワイドはしっかりと相手のウィングバックにつかせるような高い位置を取ってサイドからの攻撃1対1の仕掛けっていうところは非常に多分狙ってると思いますね。中坂を下げてリンコンです。そして山川を下げて初戦、したがって酒井豪徳が右サイドバックになりました。左に初瀬です。リンコンと大迫のツートップですかね。そうですね、はいはい、で小田が左のサイドに下がりました。大迫落としてリンコンのファーストタッチです。初瀬、さあどのタイミングでもいいボールは蹴れますが、小田横パス入れる。大木原触ります。そして初瀬、初瀬競ります。ボラミと酒井でしたが、菊池、初瀬、デビッドソン触れなかった、うん、山口、酒井から山口、イニエスタ裏へ折り返す。酒井、ホラミが戻ります。コーナーキックを取りました。まあ、でも今山口選手と、はい、まあ、酒井選手のワンツーでしたけども、まあ、ああいうサイドの崩しですよね。まあ、よりサイドバックが高い位置を取りながらサイドを崩してクロスというところ見事ありますね。さあ拍手の中クロスボール、コーナーキックを入れてきました。初瀬つないでイニエスタ、もう一度入れてくる、ヘリーがシュート、もう一度入れてくる、コーナーキックです。いやー、ヘディングシュート、まあ、のアクトン、大迫選手ハンドの抗議もしてますけども、はい、まあ、ここはイニエスタ選手いいボール上がりましたし、まあ、ここ再三、ね、菊池選手合ってましたからね。このこぼれ球、うーん、ハンドじゃないのかという、はい、フリーランテの手に当たったんではないかという抗議です。コーナー続きます。初瀬が入れて菊池、うん、遅い、決めた、うん、大迫、大迫が決めて2対2、いや追いつきました。ストライカーですね、やはり大迫にも意地があります。あ、前川の姿、うん、そして佐々木の姿、坊ちゃんの姿が見えます。まあ、ここなかなか流れでは取れなかった得点、まあ、その中でのセットプレーから、まあ、その中で菊池選手はよく合ってましたから、はい、まあ、ここ初瀬選手の少しマイナス気味に入ったんですけども、ここよく流しましたよ ね。大迫選手もよく構えてましたね。このポジション取りもうまかったですし、はい、オフサイドにならない、しっかりとラインを見て菊池選手がヘディングをするタイミングでラインから飛び出しですよね。今日は VAR はありません。まあ、メルボルンビクトリーはオフサイドの抗議をしていましたが、80分追いつきました。2対2です。一発勝負、いや、これしびれますね、この時間帯。さあ残り10分、皆さんどういう戦い方をそれぞれのチームは考えるんですか。いや、もうここは神戸は足を止めないで前に出続けないといけないですね、はい、もう90分で決めると、はいはい、もうこの時点ではもう相手は浮き足立ってますから、まあ、こういうところでは本当にもうどん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 畳にかけながらどんどん相手の裏をスペースを突くサイドからのクロスというところは突きたいですね、はい、デビッドソンからラゴスティノ、この辺りは怖いラインです。1つファールがあったということで神戸ボールになりました。今日2ゴールのダゴスティノ、大木原、サンペールに代わって入っています。初瀬がいい仕事をしました。さあ裏へパス、大迫追いついて折り返す、リンコン、うん、初瀬落としてイニエスタ、うん、枠には行きませんでしたがイニエスタ。さあ押せ押せのムードになっています。神戸、いや、これクリアボールね、まあ、ハッセ選手もよく見てましたし、はい、この後ろから来たボールをボレー、ダイレクトボレー、うわ、これは、はい、難しいですよ、はい、
でリバーに代わって6番のブロックサムが入ります。まあ、少し守備を安定させる意味でも、まあ、ボランチで守備固めという、はい、アンカーの 役割ですよね。まあ、ちょっと足もつってましたんでね、はい、ブリマーは代わって、まあ、アンカーポジションもリーグではしているこのブロックさんです、はい。まあ、経験豊富な選手なので、はい、まあ、バランスを取りながらという選手ではありますね、はい。デビッドソン、ここもリンコンを奪った、うん、小田もっと中央で倒れていますが、シュートを打った、まあ、カウンターには気をつけたいですね、ここ潰したいですね、うん。山口スペースへ出しましたが、ちょっと酒井があそこを狙っているというイメージがあったでしょうか。先ほど倒れていたのは大迫なんですが、今起き上がってまたボールを追い始めました。大丈夫でしょうか。まあ、怪我明けの大迫です。小林、同点ゴールの大迫、まあ、でもイニエスタ、大迫、やはり頼りになるこの2人の得点ですからね。いや、取りますよね、はい、こういう時はストライカー。さあ、決勝ゴールは誰でしょう。初瀬、うん、パス、あ、まあ、後半に入って再三小田選手の動き出し、裏への飛び出しっていうところは、まあ、相手には印象付けてますから、はい、まあ、じりじりとラインは下がってきてますからね、まあ、その手前のスペースで大迫選手なんかがグラウンダーのボールをも受けてキープして、2列目からイニエスタ選手、山口選手なんかが入ってきても面白いかもしれないですね、はい。ここは初瀬に任せます。間に入れてエリアのクリアを、これはまた組み立てできそうです。神戸、大木原からスタート、初瀬うまくかわしてクロスを入れていきますが、ああいうアーリーでも入れられるプレイヤーです、初瀬。まあ、初瀬選手が投入されることで、はい、まあ、ドリブルで仕掛けられますから、はい、まあ、そういう意味でもラインをどん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 こうドリブルで仕掛けることによって押し下げる、はい、相手の、まあ、そういうの、はい、そういう中でクロス上げるっていうことは非常に相手にとっても嫌なことですよね、残りは5分です。90分で決着つかない場合は延長戦、とにかく今日勝負を決めます、うん、プレーオフ。いい読みですね、酒井豪徳、大木原から、でも相手にボールを持たせる時間を少なくさせたいです ね、もう極力相手にプレッシャーをどん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 かけながら自分たちのボールにして自分たちの時間を多く作る、はい、相手にダメージを与えていくっていうところが大事になってきますね。駆け引きをしているのは手前の山口でしたが、左の初瀬、各選手の立ち位置も変わってきてます。大木原から初瀬、まあ、少しゴールに近いところで初瀬のプレッシャーのその位置も変わってきてますから ね、相手のプレイヤーのね、もうこういう、まあ、相手がどっぷりと引いた中で、はい、酒井たち、山口間に入って、酒井左足でパス、リンコンから受ける、山口、山口のクロスバル、見事に決めました。これも大迫、日本のストライカー、日本を代表する大迫が逆転のゴールを決めて3対2。いやー、これは大きい、この時間帯での勝ち越しゴール、さすがストライカーですね。ヴィッセルに大迫あり、まあ、ここ中に作っといて外のフリーの山口選手、山口選手もよくニアだよね、この大迫選手の飛び込み見てましたよね、でこういうシュートうまいんですよ、大迫は。このインサイドでの流し込みね、簡単ではないんですけどね、
これは大きなゴールですね。去年リーグに加わって初ゴールでしたかね。いや確かこういうゴールがありましたね。ありましたね、あまりインサイド厚く当てすぎてもダメだしっていうところのこの調整具合がまたうまいんですよね、さあ逆転した神戸です。あとはどう時間を使うかです。全身全霊前へ出てくるメルボルンビクトリー、これをどう抑えるか。大迫のファール、大迫2得点、まあ、相手のストライカーダゴスティノが2得点なら俺もということで大迫が2得点、3対2です。あの本当にあのニアへ飛び込むタイミングであったり、あの相手のディフェンダーの背後から出てくるタイミング素晴らしいですよね、あれは大迫のシュート技術分かってないとちょっとこう肉眼では見えにくいですよね。見えにくいですねさあ裏を狙っている小田、時間を使いたいヴィッセル神戸です。早くゴール前に運びたいメルボルンビクトリー、2人投入スタンバイをしています。メルボルンビクトリーです。あー少し小田選手もくすってますね。あー今倒れ込んでいる小田です、はい、まあ、これもちょっと把握した上でしっかりとこうディフェンスしたいですね、はい、そうですね。逆サイド、逆サイド早めに入れてくる、あ危なかったエリア、いや少し帰りたい、はい、早く戻りたい。クリアした山口です。よく戻りました。ちょっと山口も相当疲労は出てるんですが、一回切ってもいいな、はい、そうですね。イニエスタが前に出しました。オーダーも座り込んでいます。レフリー感じてないですかね。これはプレオンですね、はい。あレビントソンがゲリアへ、ヘディングで折り返す、ヘディングシュート、いくらまだありそうだ、ベラミー3対3、途中出場ホラミ、いやまあシュートはうまかったですけど、その前に少しタッチライン切りたかったですね、切れるタイミングがあればそこでもう一回リスタートになってしまいましたんでね、ここの折り返し、これはよく、ここ飯倉選手よく止めましたけど ね、あファーに決められました。まあ、ここのまあホラミ選手の、まあ、まあここはもう止められないですね、このコースに行ってしまうと。ダゴスティノのシュートは飯倉よく反応したんですが、3対3、いややっぱり死闘になりますね。なりますね、はい、この時間のね、チームとしての全体の共有、まあその中で小田選手が少し足をつってしまってっていうところの、まあ、共有部分ですよね、はい。今牧野スタンバイしてますが、これですが神戸は1人少ないんですか。今少ない状態です ね、これは気をつけなければいけません。もうこの時間で少し切り替えたいですね、はい、気持ちはやっぱり、はい、長いボール荻原、まだありますよ。さあセットプレーがあります。持ち込んだリンコン、サポーターも煽りました。ゆるき選手ですかね。ここでゆるきがスタンバイです。まあ、ここ再三菊池選手合ってますから、もう本当にこの一本狙いでいいかもしれないですね、初瀬選手は、はい。まあ、昨シーズンは何度もサポーターを歓喜に導いた、ゴールも決めている菊池龍峰、いやこれなんかありますよ、はい。さあそしてゆるきが入りました、まあ、相手ゾーンなんでね、うまく相手のスペースに入っていければ、はい、ゆるきが今一番前行きます。山口、うん、
年も見せたあのオプションです。まあ、少し左足なので、ね、はい、難しさはあったとは思うんですけども、はい、まあ、可能性を感じましたね。そうですね、ちょっとディフレクションもしましたからね、はい、裏へのパスですが、その前にハンドを取られました。ゆるきです。まあ、ドリブルで仕掛けることができるプレイヤーです。リズム変えられますからね。まあ、変えられますね、はい。まあ、左サイド初瀬選手、ゆるき選手、どん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 圧力をかけてほしいですよね。アディショナルタイムは4分です。まさに死闘になりました。逆転をしましたが、メルボルンビクトリーが追いついての3対3です。まあ、この守備でしのぐことも大事でしょうけど、その後のカウンターにも備えたいですね、はい。デビッドソン、柔らかいボール入れてくる、うん、セカンドボール、ちょっとリンコに当たったのか。そのリンコ、これ中途半端ですと危険です。はっきりさせたい。ゆるきとストライカーのダゴスティノ、体をぶつけ合いました。今日2得点1アシスト、ダゴスティノ。今日2得点の大迫、ボラミが落とします。菊池隆帆、そしてここで笛が鳴りました。3対3、3対2で逃げ切ることはできなかった神戸ですが、まだ延長があります。まあ、時間の使い方というところで、相手が強度を高めるとこ、そういう中でちょっとこう小田もね、足がつって動けないというところで、そうですね、はい、そこでレフリーもなかなか気づかなかった。少し一瞬なんかこう足が止まったというか、時間が止まったような感じはしましたし、まあ、そこでもう少し集中できてればという感じはありましたよね、はい。まあ、逃げ切るというところがチームとして意思統一されてれば、またね、はい、例えばあそこはクリアではなくてタッチに逃れるとか、いろんなことができたと思いますが、まあ、この1点目から始まりましたよね、はい。まあ、イニエスタ選手のこの落としからの抑えの効いた構成のシュート、まあ、これで楽勝かなと思いましたけどねこの試合、はい。そしてこれは大迫、いや、これ再三菊池選手合ってましたし、良かったですね。この大迫のこれね、ここはニアに飛び込んで、このスラしてファーへっていうところ、はい、これで決まったと思いましたけどね。まあ、そう甘くないんですねサッカーってね本当に分からないですよね。まあ、数々の経験をしてきた梶さんでもそう思いますか。一番怖さあるんですよね、あの3対2逆転しての残り数分っていうところ、一番選手は怖さを感じていると思います。怪我をしている武藤も輪の中に入っていました。なんとか一致団結、このプレーオフを制して本戦出場を果たし、アジア王者への道を切り開きたいヴィッセル神戸。2年前は日本の鹿島アントラーズを破って本戦に出場したメルボルンビクトリー。とにかく一発がありますんでね、メルボルンビクトリーも。まあ、そんなにチャンスはね多くなかったんですけど、しっかりとそのチャンスを決めきれる力があるんで、はい、本当に怖いですよね。さあ、両キャプテン背番号8番イニエスタとブリランテ、コイントスをして左エンド神戸、右エンドメルボルンビクトリーとなりました。7861人のお客さんです。まあ、もう延長ですから、はい。まあ、このまあ疲れてる中で、まあ、どれだけ本当に、まあ、神戸はねボール握ると思うんで、
カウンターに備えてしっかりと後ろが潰せるかどうかですよね。そのカウンターを。まあ、そこはこれからリーグを戦う上でも今シーズン戦う上でも大事になってくる要素ですよね。いやそうですね、まあ、カウンター仕掛けられているということはやっぱりこう相手の選手がいるので、はい、まあ、そこをどうつけるかですね。まさに、まあ、トランジションのところはね、はい、チームのクラブの大きな課題になってますので。延長の前半スタートです。右の酒井、まあ、あとはもうこう攻撃をどうしっかりと最後シュートで終わるっていうところは意識したいんですよね、まあ、変な取られ方をしないように、まあ、特にイージーな水瀬ですよ ね、 そうですね。トラップミスであったり、はい、パスミスであったりっていうところの簡単なミスを極力、まあ、疲れているので、はい、極力集中しながら避けたいですね。90分戦って決着はつきませんでした。あとはこうメンタル的なダメージですよね。うん、まあ、ダメージはね、はい、さらに神戸の方が大きいと思いますし、まあ、メールボールとしては、まあ、最悪イニエスタが入れる、ヘディングで落とす、リンコン後ろからシュートを打ちました。扇原だったでしょうか、まあ、右に山口選手もいましたからね、はい、流すのかなと思いましたけど、ここで1対1、初よく取りました。そこはダゴスヨに取られると危険な状態になりますが、1対1をよく取った初瀬。初瀬のボール供給はいいですからね。いやそうですね、今日も効いてますよね。はい、扇原縦に入れました。ゆるきコーナーキックを取りました。まあ、先ほどの、ね、カウンターを阻止するところの初瀬選手のディフェンスなんかもまさありましたし、はい、まあそこでキープされてしまうとチーム全体としてもまた攻撃いけるんじゃないっていうような気持ちにさせてしまいますからね。さあセットプレー中央に菊池龍歩合います。小林も動き出す、菊池高い高得です。まあ、もうメブルボルンビクトリーとしてはもう本当に引き分けで PK まで持っていくっていう意識もありつつ、まあカウンターでどこかチャンスあればっていうような意識なので、まあそこまで比重的には攻撃っていう比重は全くないですよね、ほとんど。まあ、それはこう言ってみればアウェーの戦い方っていうことになってきますか。そうですね、はい、まあ、戦っている中で相手との力の差っていうのは感じていると思うので、まあ、そういう中でそういう戦い方っていうところは考えていると思いますね、はい、ディフェンシブな、うん、まあ、そのスタイルはキックオフから変わってないですもんね。変わってないですね。ダゴスティの裏に飛び出していったホラミ、まあ、とにかくこの2人いやそうですね、はい、この、まあ、2人で行ってしまったところにまたあの希望が芽生えますから、メルボルンとしてはそうですね。イニエスタ、ユルキが落としてハッセが追いつきます。ハッセ縦いく、クロス入れる、いやシュートは大迫、ユルキから大迫というところでした。荻原拾います。このセカンド拾うのは大事ですね。いやそうですね、ゆるきどっちでしょう。いいですね、コーナーです、コーナーですね。ああいう奪われたボールをすぐ回収してまた攻撃につなげるっていうのは相手の、まあ、バランスも崩れてますし、相手としてもダメージ大きいですよね。ハーフスペースをこう、はい、ゆるきはね攻略ついてますよね。してますよね、はい、動き出す、あ、菊池でした、うん、その後ろから山口、いや得意なコースでしたけど ね、 ね、今イニエスタはホラミには渡しません。また初瀬、縦パス大迫です。
対してここで初瀬、縦パス、ゴール、リンコンです。再三がのハーフスペースをついて攻めていた神戸、リンコンのゴールに結びつきました。いやこれは大きなゴールですね。まあ、ゆるき選手も素晴らしかったですね、はい。まあ、ここ初瀬選手から横パス、このダイレクト、ゆるき選手のこのハーフテンスの取り方、はい、リンコン選手のポジション取りも良かったですね。いやこの冷静にしっかり中見てますしね、リンコン選手、まあ、ポジション取りがすごくいいんですよね、はい、リンコン選手何かこの速さ強さだけではなくてしっかりとしたポジション、頭を使いながらポジション取ってるなっていう感じはしましたよね。ブラジルの名門で育った期待の星、大きな仕事をしました。4対3、ただしたたかに戦ってくるメルボルンビクトリー、まだ油断はもちろんできません。まず延長で先手を取ったっていうのは、はい、梶さん、やっぱりこう疲労度等を考えても、まあ、有利には働きますよね。いや有利に働きますけども、はい、もう一気に疲労は吹き飛びますよねそうですね、取った方はね、はい。まあ、あとはこの残りの時間をどう持っていくのか、チーム全体として戦うのかっていうところの難しさはありますけども、まさに一統一というところですね。リンコンちょっと後ろから今倒れていますが、ちょっと厳しいタックルをミランダから受けました。大丈夫そうですね、はい。立ち上がったリンコンです。まあ、この辺のバランス難しいですよね、はい、1点リードしてからのこの延長の戦い方、はい。まあ、時間はまだありますし、長いボール、ホラビスピードがある、ここ手を使いながら菊池が対応、デビッドソンも来るが菊池なんとかここは抜け出しました。ゆるきが下げて初瀬、まあ、こういうので負けているメルボルンビクトリーは前に出てくるのかっていうのを見ないといけないですし、はい、まあ、前が出てくると今度はさらに裏のスペースっていうところ、中盤のスペースっていうのは空いてきますから、はい。まあ、今見てみるとそれほど前から前線からっていうところは来てはないですからね、ちょっとしっかりここを外せると、はい、ああそうですね、はい、いいですね。初瀬、イニエスタへ、逆にああいう風に外せると相手は出てこれなくなってきますから、どん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 こう引いてくる形、まあ、そうなってくると後ろで持てる時間っていうのは作れますよね、こう意図をしたしっかりとマイボールの時間をね多くしたいですね、はい。今も荻原うまくかいくぐりました、マルシャンのプレッシャー。初瀬、あの辺のね本当にターンで一気に逆サイドに展開してくれる荻原選手のあのプレーっていうのは本当に大きいですよね、チームとしても。菊池のゴールです。つながりませんでした。山口から酒井というところでした。相当疲労度はこの2人もあります。今日はトラッキングデータご紹介はないですけど、相当この2人はねこうもうリーグ戦でもフルですからね、はい。前で取った、切り替える、ここを早くしたいですね。ここ佐古前に、ダゴスティノは追いつけませんでした。もう本当切り替えの部分ですよね、もうここは集中したいですね、はい。もう疲れてるのはもう分かってるんですけども、もうそこだけを本当に集中して、はい、前線にいいボールを供給させない、まあ、取りきれなくても限定させるっていう、はい、そういうプレー、プレッシャーっていうところは心がけたいですね。逃げ切れなかった神戸が延長戦前半にまた勝ち越しました。まあ、どうしてもこういう展開になってしまうと、はい、後ろで時間を作りたいっていうのもあるんですけども、
まあ、どん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 この前に前に供給しながら時間を使うっていうのも心がけたいですよね。まあ、後ろでボールをこう保持するのも悪くはないんですけども、そうなってくると逆に相手が出始めてくるので、はい、プレッシャーを受けて逆にショートカウンター奪われてショートカウンターっていうのはありますから。デビッドソンが入れる。ラゴスティーノファールを受けます。小林がついていきました。3人投入してくるメルボルンビクトリー。まあ、いかに時間を使いながら時間を使うんですけども、まあ、前線をしっかりと見ながらのボール回しっていうところは、まあ、常に心がけたいですね。はい、ゲリア、ワンタッチ、ゲリアを走らせる。グランダー、クロス、大木原のクリア。ちょっと中途半端になりました。あ、しかしまた拾われる。サイドを変えます。デビッドソンが待っています。あ、いい寄せですね。酒井の寄せ。デビッドソン、山口もよく追います。ドリブルからここも左、デビッドソンですが、よく酒井は見ていました。いいインターセプト、まあ、あれがつながればね、はい、もっと良かったですけどね。まあ、ここ大事にしたいですね、はい、広げて、まあ、ゆるき選手を使いながら、はい、少し相手の深い陣地までは運びたいんですけども、うん、ここ縦パス入れて大迫、うん、まあ、あっとここで失った。狭いところ取り返しました。ラゴスティーノ、そしてホラン、デビッドソンも左サイドバックかなりこう前でボールを追います。まあ、キック力はありますからね。いや、まあそうですね、はい、ミドルも持ってますんでもうこの時間本当に考えることは本当にミスを少なく、まあ、したいですし、はい、相手の陣地に運ぶことも大事ですしね。あとは切り替えの部分、カウンターに備えるポジショニングっていうところは大事にしたいですね。はい、山口、うん、このセカンドボールしっかりと、ええ、白い、うん、酒井がファールを受けました。まあ、梶さんからもご紹介がありましたが、フル出場、山口、酒井はね続けてますから。下がるのは、あ、ダゴスティーノ変わるんですね。変わりましたね。かなり疲労はしてましたからね。ダゴスティーノとそれからマルシャンと、スピラノビッチと、この3人が変わります。少し前に圧力をかけたいでしょうね。フォーバックにはなると思いますね。クルーズ、ギルダー、ニグロというところが入ってきました。なので前線はフォラミとクルーズですかね。10番ですね。クルーズが前線に残っているようです。そのままでも3バックですかね。ゲリアが一つ下がってという形になるんでしょうかね。ね、ゲリアがいますから、うん、長いボール蹴りました。まあ、システム的には変更はなさそうですね。はい、フルーツはオーストラリア代表経験も豊富なプレイヤーです。そうですね、非常にテクニカルな選手ではありますね。テクニックありますから、はい、まあ、ここでためを作りながら周りの選手、フォラミ選手であったりっていうの、周りの動き出しっていうのを期待してるでしょうね。はい、ここは中央でキルダー、デビッドソン、かなりこうボールを回し始めました。メルボルンビクトリーです。まあ、相手をこの疲労
が蓄積する中で追わせてというところもあるかもしれませんね。もうそうですね、はい、まあ、もうこのワンタッチ、うん、イエスタイ、まあ、疲れてますけど極力相手にボールを持たれたときは、まあ極力人には出ていきたいですよね、あまり下げすぎてしまうと、まあ、ファールなどで、まあ、セットプレーであったりっていうところ、はい、ピンチ迎えますから。そうですね、セットプレー与えたくないですね、はい、まあ、そのためにもやっぱり高いライン設定っていうところ、はい、まあ、人にボールに行くっていうところを心がけたいですね、はい、おフォラミが行きましたが、フォラミもかなり疲れてますね大阪を落とします。アディショナルタイム1分、延長前半のアディショナルタイムは1分です。あ、今裏を狙う大阪の動きがありました。この時間帯でも裏を狙います。大阪に得点、イニエスタが先制ゴール、そして今4点目、勝ち越しのゴールを決めたのはリンコンです。初戦のサンペールに代わって入っている荻原です。まあ、仕掛けるタイミングだけは少し合わせたいですよね。今何回かこう、まあ、ゆるき選手だったり大迫選手は裏に走ってますから、はい、まあ、そこに出してもいいのかなという前で少し起点を作りたいですよね。前でポイントを作る時間ができませんので、うん、どちらかというと中央で、はい、ボールをポゼッションしているという形なので、まあ、そこで奪われてしまうとという怖さもありますよね、はい、ここで笛が鳴ります。延長の前半終了です。さあ残り15分、残り15分この時間がまた長く感じるんですよ ね選手は、はい、リンコンのゴール、今度こそ決勝ゴールになるか。左から攻めたゆるき、まあでも交代のプレイヤーがこうやってね結果を出してくれたっていうのは、まあ チーム、ね、チーム明るくしますよね、はい、まあ、今怪我人がね多いだけに、はい、今日もサンペール選手怪我しましたけども、まずこういう中でやっぱり底上げっていうところ非常に大事になってきますし、まあ今日リンコン選手もゆるき選手も結果出してますから、まあ、明るい材料ではありますよね。初戦このワンタッチからゆるきがここを攻めてね、彼はいいポジション通り取ってましたし、はい、いいクロスグラウンダーでのリンコン選手もいいポジション入ってましたね、こう腕組みポーズしましたが十分に威張っていいですよねいやいや威張っていいですそれぐらいの貴重な勝ち越しゴールですね、さああと15分、これ考え方としては梶さん改めてですが、この15分をヴィッセル神戸はどう考えるんですか。いやこれはでも難しいですけども、はい、まあ、その指示はまあ三浦監督がまあ出していると思うんですけども、まあ、極力本当に自陣では引きたくないので、まあ、相手 あのコートではプレーしたい、極力相手にプレッシャーをかけながら相手のコートでプレーしながらボールをキープしたいっていうのはあると思いますね。イニエスタを中心に声をかけ合いました。怪我をして外れている選手、そういう選手たちも一緒に輪の中に入りました。まさに一致団結、一つになって ACL 本戦出場へ、もう一度アジア王者への挑戦権を得たいヴィッセル神戸。残り15分、ここでまたメルボルンビクトリーは選手を変えていきます。ロハスを入れてきます。これまた厄介なプレイヤーですね、まあ、これはスピードありますからグリランテに変わります。注意しないといけないですね、はい、結構ゴール前もどんどん入ってくる選手ですからね、まあ、そうですね、はい、まあ、でもアシストの多い選手なので、まあ、チャンスメイクという形ではなると思いますね。ニュージーランド代表としてロンドンオリンピックなどにも出ている選手です、はい、さあ後半の延長後半の15分が始まっています、うん、お前で小林、
まず前に運ぼうというところを少しこの延長後半の最初は神戸のプレイヤーはしています。まあ、でも追いかける山口ギア上げてますね、はい。まあ、早く高い位置で奪いたい、ええ。まあ、極力自分たちのゴールから遠いところでボールを奪ってボールをキープしながらゴールに向かいたいという気持ちは表れてますよね、はい、立ち上がり王者武藤などが見ています。それからサンペールでしたね、先ほどは、はい、サンペールも見ています。サンペールは負傷交代をしました。背負うリンコン、さあ前を向いて運びます。大迫、リンコンへパス、リンコンキープ、イニエスタ絡む、大迫、山口から大木原、前でプレスをかけてきます。しっかり回収、酒井運びます。まあ、広いところに持っていきたいですね、はい、ちょっとこうスクランブルのところは嫌ですね、はい、初瀬がワンタッチ、ここを素早くゆるき斜めにパス、右を見ていた、よくデビッドソンは反応しました。あっと山口が足を抑えて倒れています。長いボールだ、気をつけたい、気をつけたい。中にポラミがいます。クルーズ落とします。今立ち上がった山口です。デビッドソンクロス入れてくる、大迫、まあ、しっかりユルキ選手も帰ってますね、はい、はい、イニエスタです。浮き玉でワンタッチリンコンへという山口のパス、おっと、うん、ここは引っかかってしまいました。カードが酒井に出ます。神戸の選手でイエローを受けたのは初めてです。酒井豪徳のイエローカード。まあ、この辺のいなし方もね、うまいですよね、クルーズ選手。ロビー・クルーズ、まあ、一つ気をつけたかったこのセットプレーをしっかりとしのがないことにはなかなか勝利っていうところにはね近づかないので、まあ、この確認作業とスペースに入ってくる選手っていうところをしっかり見ながら、デビッドソンが入れてきた、ワウンドした、危なかった、この怖さ、ブロックサム、一番大外にいたブロックサム、こう今いいボールなんですけどね、うわこれ気をつけたいですね、この一発があるんですよね。ブロックサムは2006年からメルボルンビクトリー一筋のプレイヤーです。まあ、かなりのね、はい、あのブロックサム選手は試合の経験も数も、はい、400試合以上ですからね、リーグで多いですし、さあサポーターも後押しします、大きな拍手、選手を後押しします。少しあのメルボルンビクトリーの方は前に圧力っていうのをかけようと、点を取らないと勝てないので、デビッドソン意識は強くなってますよね。ここのリターンをよく酒井は防ぎました。こぼれているところをイニエスタが足を出す、あその前にファールがあったという反省ですか。この時間帯ちょっと少し続いているので、そうですね、はい、しかもね先ほども危なかったですからね、はい、先ほどは大外にいましたブロックサム、またブロックサム、それからゲリアがファーにいます。出てきてバウンドするが、シュートは素晴らしい、よく止めた。まだブロックサムボールをキープしている、体を寄せる、ノーファル、ゴールキック、ゴールキックを取りました。最後ゴール前、いやーここですね、酒井選手ですね、際のところですよね。ブロックサム選手あそこ狙ってますから、はい、よくあそこ
まあ、ここ再三、ね、いいボール上がってきてますし、まあ、こここぼれて流れたボールに対して、うん、まあ、すぐに、ね、反応して、いやここコースは飛んでますからね、ボールに。これは酒井豪徳のファインプレーです。エリア返すボール、さあここも起点は作らせたくない。ゆるきが出す、大迫時間を使う、イニエスタ、笛が鳴る、イニエスタへのファール、うん、イニエスタは前回 ACL でも足を痛めました。したがって、まあ、準決勝も出場はできませんでした。いや、まあこの密集の中でも巧みなボールコントロールでね、はい、相手のファール誘いますよね。16番のニグロのファールです。まあ、もう延長後半ですけども、まあ、勝ちたいという気持ちがメルボルンビクトリーの球際への強さというのはさらにこう増してますよね、はい、気持ちは同じです。ユニフォーム姿の牧野、初瀬リスタート、リンコン、ゆるき、初瀬横にイニエスタ、まあ、はっきりプレーを終わらせたいですね。そうですね、はい、はい、うん、出てますね。出てないですね。あ、出てないんですか。リンコン運んだ、イニエスタ、初瀬、これはもう入れないですか。まあ、ファールですね。まあ、極力このスペース、はい、ハーフスペースで、まあ、ボールをキープすることで、まあ、奪われても、まあ、なかなか前につなぐことはできないですよね、はい、まあ、密集してますし、この距離感ですと奪われても奪い返せる確率は高い。相手からすると、まあ、狭いですから、まあ、なかなか前に持っていけないですね。この時間のセットプレーでそれでも次の点を奪いに行きます。小林、菊池が上がります。まあ、こういう時間帯でも、はい、まあ、イニエスタ選手近くに寄ってますけども、時間を使うのか上げるのかというところの判断は多分似てると思いますね、はい、入れてきた。エリアだったでしょうか。さあ、ここしっかりケア、発生を落としてゆるき、ここももう無理はしません。ボールキープ、初瀬とゆるき、初瀬、いやー、オフサイドですか。あ、オフサイドになりましたね。これあと 7,8 分あります。まあ、難しい時間の時間としても難しいですね。残り時間としてもあと1分2分であればっていうところで ね、酒井、大迫が裏に戻りながら取って、こういうところで取れればというところ、リンコンがよく追いかけましたが、あ、ここのスペース、ホラミは早いぞ、切りたい、いやナイス、切ったナイスディフェンスです。ん、あ、交代ですね。小林のナイスディフェンスでした。さあ、ここでイニエスタに代わって牧野です。最後の手を三浦監督は打ってきました。まあ、逃げ切りを図る中でイニエスタを下げるっていうのは結構怖いでしょうけどね。いや、そうですね時間を作りたいっていうのであれば、イニエスタ選手はね、はい、うん、まあ、どこに入るかによりますけどね、はい、でキャプテンマークは山口が巻きます。後ろに入ってのスリーバックですね、はい、スローイン入れます。長いボールを蹴ってきました。小林、まだクリア小さいところ、ホラミ怖いプレイヤーです。対応しました、初瀬、
スローイン、神戸のボールになりました。いやでもイニエスタも115分間、そうです ね。でも気をつけてほしいのはやっぱ3枚になったからといって、はい、やはり後ろ重心にはなってほしくないので、まあボール保持者にはしっかりと行ってほしいですよね、プレッシャーは、はい、まあ、相手の2トップに対して1人余る形になります、はい、守る神戸どうしてもね、真ん中、まあ、3になってしまうとどん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 下がってしまうっていう傾向はあるので、はい、まあ、5枚になってしまってどん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 自陣でプレーしないといけない、はい、中盤でやっぱり触られるの嫌ですからね、はい、左に振るデビッドソンの後ろに入るところをよく触った酒井のこれもナイスプレーです。まあ、ああいうところの予測の力、まあ、スプリント力、まあ、強度というところ、まあ、本当にさすがですよね、はい、この時間になってもなお先ほど遅延行為で8戦イエローカードが出たようです。さあもうこれカウントダウンに入り始めるぐらいの時間帯ですか、うん、もうそうですね、はい、まあ、牧野選手を入れたということは、まあ、メッセージ性もありますし、はい、しっかりと後ろを固めながらというところは考えていると思いますね、はい、さあリンコンのゴール、延長前半のゴール、これを守りきることができるか、本戦出場なるか、アジアへの挑戦権を得られるか、ヴィッセル神戸、大迫も走り続けます。エリア出てきた、スペースへ出す、あーとサイドフラッグが上がっています。サイドフラッグ上がりました。ゲームを締めるために出てきました牧野。牧野も ACL の経験は豊富です。浦和時代は、まあ、2013年から5回出て、そして優勝もありますからね、はい、ACL 通算でも50試合に出場、今日が50試合出場ですね、まあ、今日はプレーオフですが、すごい経験値ですね、逃げ切ることで、そして勝利をすることで、またリーグにもいい影響は与えるはずです。神戸、八瀬、大迫、荻原、山口蛍、八瀬、あーこれはオフサイドになってしまいました。さあまさにカウントダウンになってきます。クラブの悲願、アジア王者への道、うん、その舞台にまずは行くことをかけているプレーオフ中盤でありますが、おー滑り込んでリンコン、このボールのケアですが、うん、やっぱりスピードがあります、はい、まだボールはスローインはメルボルンビクトリー、切り替えたい、早く入れます。クロスを上げさせたくないです ね。そうですね、ホラミがいるが、うん、ここおっと奪われてシュートのクリア、うん、山口のクリアです。あ遠ざけました。さあ120分には近づいています。アディショナルタイムは1分です。1分です。さあ神戸もう少しの我慢です。中のマーク、デビッドソン、中のマーク、ファーだ、よく取った、イクラ、ファーには21番のミランダが上がっていましたが、よく取りました。いい読みでした ね。しっかりとしたセービング、完全に今ミランダは余りましたからね、はい、一瞬ヒヤッとしましたけどね、
前に出したゆるき、これはもう無理はしません。アディショナルタイムは1分です。延長までもつれ込みました。点の取り合い4対3、ヴィッセル神戸リード。空中戦、ホラミ落とす。デビッドソン、マキドのクリア、いいカバーリーですね、はい、デビッドソンのスローイン。さあもうラストプレーぐらいになるでしょう。ちょっとメルボルンビクトリア1人選手が足を押さえて倒れています。ここで長い笛、4対3、クラブの悲願、アジア王者への道、その扉を自らの手で開きました。ヴィッセル神戸、本戦出場を決めました。死闘をなんとか勝ち切りました。よく走った山口蛍、流れを変えたゆるき、ビッグセーブがありました。飯倉、みんながヒーローです。そして決勝ゴールを決めましたリンコン、大仕事をやってのけました。いやー、梶さん、はい、やりました。いやー、しびれる戦いでしたね。こんなに疲れる試合ないですよ ね。 本当そうですね。選手もっとですよね。はい、いやでもまあ本当にあの怪我人が多い中での、まあ今日もねサンペル選手が怪我しましたし、まあ多い中でもまあカーって入った選手が本当にゆるき選手、リンコ選手、荻原選手もそうですけども、また新しくね力をこう注いでくれたっていう、まあチームの総合力ですよね。まあ底上げにもなりましたし、もう何しろもう本当勝ちがついたっていうことが、まあ公式戦初勝利っていうのが、まあチーム全体としてもまあリーグ戦につながる、まあさらにアジアっていうところでも今日はいい試合だったなという感じはしますよね。なんかこう三浦監督も今年一番表情がね緩んだイメージです。いやホッとしたでしょうね。FC チャンピオンズリーグ2022プレーオフステージ、ヴィッセル神戸対メルボルンビクトリーの一戦、4対3、120分の死闘、ヴィッセル神戸が勝利しました。太郎も足がつるまでよく走りました。いやこの試合は本当にもう見ている以上にまあ当たり前ですけども、選手にとって本当に心理的にもそうし肉体的にもかなりプレッシャーのかかった試合だったと思いますよね、はい、いやでも勝ちました、はい、アジアへの道を切り開きました。もう勝ちが全てですよね、本当に。あ、全てのね、その疲れを吹き飛ばす、はい、ところもあるでしょう。まあそれと梶さんもおっしゃいましたが、公式戦の初勝利がね、はい、こういうゲームで取れたっていうのもね、またこういう中で、まあ、チームが一丸となれたっていうところでもまたリーグにつながってくると思いますよね、はい。まあ、少しあのメルボルンビクトリーの途中から入ったクルーズ選手心配ですよね。ちょっとね倒れたままでしたからね、はあ、まだ今タンカーが準備されて、うん、救護班も周りを取り囲んでいますので、最後のワンプレーで菊池選手と競り合った時に、多分膝が重傷でなければいいんですけどね、うん、さてそれではインタビューです。ヴィッセル神戸大迫勇也選手です。 ACL 本大会への切符をつかみ取りました。まず今のお気持ちから聞かせてください。まあそうですね、まあ、J リーグの方で不甲斐ない結果が続いたので、まあ、この本当にチームがいい方向に向かう、まあ、チャンスだと思って、臨みました。まあ、本当に結果が出て素直に良かったなと思います。
大迫選手2ゴールと同点弾、そして逆転弾も絶対に決めきるという気迫が伝わってきました。改めて今日の試合について一言いただけますか。そうですね、もう本当に一発勝負だったので、もう僕たちが持っている、まあ、全てを出し切ろうっていうふうにはチーム全体としても話してましたし、まあ、それをピッチの中で表現することができたので、本当にこれを J リーグでもこの、熱さっていうのを、チームとして、表現していけたらいいなと思います。本大会でも期待しています。最後に ACL でどんな戦いを見せていきたいか意気込みお願いします。いや、もう僕らは本当に、優勝できるだけのメンバー揃っていると思うので、はい、本当に本気で取りに行きたいですね。期待しています。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。最後には本気で取りに行く、そう力強く、うん、大迫選手は言ってくれました。ね、でも本当にこう半端ない活躍をしてくれました。本当に、まあ、これがストライカーなんだかなっていう感じはしましたよね。見事な2得点の活躍でした大迫です。まあ、F マリノス戦で怪我をしてね、ちょっと心配されましたけれども、さあそれでは続いてリンコン選手のインタビューです。さあ続いてヴィッセル神戸リンコン選手です。まずは今のお気持ちから聞かせてください。Estou muito feliz, né? Conseguimos nosso objetivo, que era classificar. A equipe toda está de parabéns. Todo mundo se esforçou ao máximo. A gente merecia essa classificação e graças a Deus a gente conseguiu. Realmente, まずはプレーオフを勝つということができたので、嬉しく思います。その試合を決定づけた決勝ゴール、チームメートがつないだパスを見事決め切りました。セフェスゴージュビトリア、コンパニエロフェイスパスボーネ、コンセンチセフェスゴージュ。ブスケイフカデンダーレネポジショナーリデントサビーキャオポティンダージアパレセアポティンダーアパレセオコンスキーコンクルインゴートムントフェリースE é o que eu quero fazer, o que eu vim fazer aqui, né? Ajudar o Vício com gols, com assistência, ou marcando, seja o que for. Quero ajudar. Estou muito feliz por ter feito gol hoje. É, そうですね。やっぱり、自分が、ゴールの 中で、ペナルティーエリアの中で、やっぱり待ってたら、味方選手から信じていた通り、まあ、いいボールが来たので、あとはもう決めるだけでした。本当に、嬉しく思いますし、まあこの調子でやっぱりチームを、まあ、アシストという形でもそうですし、まあ、ゴールという形で、助けていきたいと思います。 ACL での戦いも期待しています。リンコン選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、昨シーズンは怪我なども多くてなかなかこう1年間戦えなかったリンコンにとってはね、はい、このゴールも自信になるでしょう。まあなりますしね、まあ、武藤選手の怪我によってまたね、うん、チャンスもありますし、はい、まあ、そういう中で自分自身も結果を残さないといけないっていう責任も多分感じてたと思いますよね、まあ、そういう中での今日の1点、本当にチームを ACL グループステージに戦えるっていうステージに上げたっていうのはね、非常に素晴らしいパフォーマンスだったと思いますね。そして神戸参加です。
愛する神戸のチームが再びアジア王者へ向けて船出をすることになりました。サポーターにとっても今度こそという気持ち、そして今日これだけのゲームを見せてくれた、そういう何か伝わった部分もあるでしょうね。まあそうですね、まあ、一致団結してっていうところのまとまりはね、また今日さらに増したと思いますよね、まあ、リーグでは23年ぶりクラブワースト更新となる開幕6戦未勝利というスタートにはなってしまったんですが、まあ、この勝利で ACL に出場するということも決まって何か変わってくるはずです。まあ、サポーターお子さんにユニフォームを渡しましたリンコンです。まあ、今日までの勝利の道のりというのはもう1年ぐらいのなんか長い道のりの感じでしょうね。そうでしょうね。勝てない時期っていうのは、はい、まあ、ただ前回のクラブワーストの勝ちなしと違ってやっぱりこう連敗はないんですよね。まあ、そうですね、間引き分けも入ってますから、で去年も連敗はなく3位になりました。まあ、なのでやっぱ連敗しないっていうのは一つね、はい、大事な部分だと思いますんで、ですよね、はい、先制をしましたが逆転されて、ちょっとこう今のね流れを見ると苦しいかなという中で、大迫の2得点で逆転してっていうところで、本当にこうどっちに転ぶかわからない、そんなゲームでした。さあ、それでは今日のそのゲームのハイライトをご覧いただきましょう。 ACL 本戦出場をかけての戦いです。ヴィッセル神戸とオーストラリアメルボルンビクトリー、6分、まあ、これ本当に素晴らしい先制ゴールでしたね。いや、そうですね、まあ、この中坂選手の、まあ、クリアボールをしっかり拾って、はい、イニエスタ選手の左足シュート、早い時間帯、左も右もうまいですね、はい、武藤も大喜びです。ここね、一度中坂選手のボール少し相手には行くんですけども、このクリアボール拾って左足にコントロールされたシュート、まあ、抑えの効いたコースによくいいコースに飛んでますよね。寄せが間に合ってないですからね、はい、相手のトラップしがスムーズです。ただ心配されたセットプレーで、まあ、押し込められましたね。まあ、この辺の、ね、セットプレーの強さは、ね、はい、警戒していたところですけども、まあ、この辺はまあ見事ですよね、まあ、ゴールへの執着というところもさすがですし、まあ、ここのストライカーのラゴスティの選手も素晴らしかったです。はい、1対1で折り返しました。後半です。71分、途中出場のフォラミ、まあ、スピードがあるんです、この選手。キック選手も速いんですけどね、で、えぐってしっかり入るんですね、ラゴスティの。こう入るところよく分かってますね、コース取りスピード。逆転をされました。まあ、ここのスルーパスも見事でしたし、まあ、ここの置き去りのフェイントも素晴らしかった。この入るスピード、ポジショニングいいところ入ってま ますね。80分、これを大迫なんとか追いついた80分。ここね、2対2、菊池選手のスラッシュからよく、まあ、再三菊池選手勝ってましたからね、まあ、オフサイドにならないこのラインを見ながら飛び出し、はい、このゴールもしっかりと抑えに効いてました、そして87分です。大迫らしいゴールが出ます。これです。これは、はい、もうすべてシュートのテクニックはすべて含んでますよね、まあ、クロスも見事でしたけども、まあ、ここのスラッシュ逆サイドに、まあ、足首だけを返しながら薄く当てて逆サイドに流してますね。これで勝ったかなと思いましたが、そうはさせません。メルボルンビクトリー、90分にこのシュートです。いや、3対3が本当にわからない、このシュートの技術、まあ、こうロングボールからね、ゲリア選手が競って、
ダゴスティノ選手シュート打って跳ね返したんですけどね、イクラ選手、このこぼれ球ね、フォラミ選手これ100回打って1回入るかってどうかっていうこのシュートですよ、これここに入るんですか、これもうどうしようもないですね。3対3、結局延長に入ります。そして延長5分、この結果的には決勝ゴール、途中出場のユルキ、そしてリンコン、このチャンス見逃さなかったですね、リンコン選手、はい、このワンタッチプレー、パスも素晴らしい、ユルキ選手のパスも素晴らしいですし、リンコン選手のこの嗅覚、はい、全部が見事ですね。そして延長後半に入るところで声を掛け合いました。110分、こんな大ピンチがあったんですが、酒井豪徳、これは危ないですよ、よく体ありましたね、はい、そしてここで長い笛、120分を終えて4対3、ヴィッセル神戸がメルボルンビクトリーを破って ACL 本戦出場を果たしました。16本と10本のシュートですか、前半2本ですよね、はい、まあ、延長も含めますけども、まあ10本はまあ後半打ってるという、でコーナーキックはこれだけ増えてますからね。いやそうですね、あの前半では1本だったでしょコーナーキック、メルボルンビクトリーはコーナーキック増えてないですもんね、まあ、やはり裏のスペースを取り始めたっていうところがこの本数になってるんでしょうね、コーナーキックもそうですし、まあ、再三大迫選手もユリキ選手とかも取ってましたから、はい、まあ、そういうところにボールが供給できた、まあ、ボールの出し手と、まあ、受け手の、まあ、裏へのスペースの意識っていうところは、まあ、共有されてましたよね、まあ、より相手の最終ラインも下げることができましたし、まあ、コーナーキックを取ってコーナーキックから点も取れましたし、まあ、戦略的には非常に後半の流れ、まあ、延長戦の戦い方、あの整理はされてましたよね、うん、まあ、こういうことで少しずつこう歯車も噛み合っていくんでしょうねチームとして、うん、そうですね、はい、これがいろいろきっかけになって、まあ、リーグ戦でも、まあ、ACL のグループステージでもっていうところまた勢いづいてきますよね、はい、さて改めてヴィッセル神戸の名前が入りました、はい、グループ J、4月の16日から5月の1日まで、戦うということになりますグループステージです。またハードなスケジュールですけど ね、 ね、はい、場所はタイということになりますんでね、また暑いですね、はい、上海、それからチェンライユナイテッド、キッチン、そしてヴィッセル神戸が入るグループ J で戦うということになります。まあ、ですから今年は無事にですね、ACL に日本勢が4チームまた行きますんでね、はいはい、また面白くなりますね、はい、あのどのグループも楽しみですし、今年こそ頂点を取るチームが出てほしいですね、はい、もうそろそろね、はいはい、さて、まあ、すべて、準決勝まではセントラル開催で決勝がホームアンダーウェイという予定に、今のところなっています。まあ、とにかくグループステージが先ほどもご覧いただきましたが超ハードなんでね、はい、ハードなんでね、コンディションもそうですけど も、はい、もう、まあ、怪我人が、ね、神戸多いだけに ね、 そうですね、早くね復帰してほしいですよね、はい、そしてまた向こうでその怪我をしないようにね、はい、とにかく連戦連戦になりますし、うん、タイですからちょっと気候的にもいやかなり気温高いですよ、気温高いですよね、はい、蒸し暑さもあると思いますし、はいはい、厳しい戦いになると思います、はい、その前にこうやってぎっしりとリーグもありますんでね、リーグではまだ勝利がありませんけれども、3月19日のアウェーマッチから始まりますし、その後ホームで、3つ試合がね、はい、ご覧のようにあります、京都 FC 東京、そしてセレッソ戦、セレッソ戦がグループステージへ行く最後の、まあ、走行試合になるんでね、これは関西対決もまあ、大事ですね、本当にもう全部が大事ですけどね、はい、本当にまあリーグと ACL っていうところも本当切り替えも必要ですし、まあ、しっかり戦ってほしいですね、はい、お伝えをしてまいりました。この2022の ACL 出場をかけたメルボルンビクトリーとの対戦、まあ4対3、何度も勝ったからうわ追いつかれたというね、うん、非常にこう見ててあのゲームとしては面白いんですが、面白かったですね、応援する方はもう大変だったゲームだったと思いますけれども、まあ、それでも、4対3でヴィッセル神戸が見事に
ACL の本戦出場を決めました。解説はこの ACL で王者にもなりました梶明さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。レポーター林智美さん、実況寺西雄一でお届けしました。